え皆さんこんばんこばは本日はこの急激に暑くなった中でこちらまで足をお運びくださいまして本当にありがとうございます。えー、本日は久しぶりにサルタ沙耀一人での講演会ということで、えー、米国活動報告会自発的対米従属の現在新しい外交の実践と題しまして、えー、この間のサルタのアメリカへの働きかけのご報告だとか 今 ND が行っている進めているまさに進めている海外のシンクタンクとの協力あるいはプログレッシブ議員連盟に代表されるような海外のアメリカの議員の皆様との連携の活動のご報告等々をさせていただければと思っていますこと外交というとなかなか成果が出づらい分野ではあるんですけれども ND はこの去年で設立して10年を迎えたんですが この10年間、米軍基地問題にしてもそうですし、再処理、原発の問題、それから安全保障政策の問題、さまざまな問題について、活動を進めてまいりまして、今回、この多くのシンクタンクの、海外のシンクタンクとの協力だとか、プログレッシブン員連盟との協力だとかっていうことで、具体的な外交の成果も見えてきておりますので、そのあたり、本日は十分にお聞きいただければと思います。 お手元にですね、質問用紙を入れさせていただいておりますので、さらとに質問があります方は質問におかけいただいて、後ほど様子を見ながら開始をさせていただきますので、開始をスタッフに渡していただければと思います。オンラインでご参加の皆様もありがとうございます。オンラインの方々はチャットに質問受付というスタッフのアカウントがありますので、そちら宛に質問をチャットでお送りいただければと思います。 それではサルタ・サ,タサヨネリ代表の講演に早速移りたいと思います拍手でお迎えください <laughs> え皆さん,こ,ん,ばんは、えー、このような機会にたくさんの方に足をお運びいただきまして本当にありがとうございます。 えー、新外交イニシアチブ始まって10年になるんですけれども、まあ、いろんな方に支えていただいてここまでやってきまして、えー、本当にたくさんのところに行かせていただいたりですとかいろんな方をお招きをしたりですとか研究会を何度も開催をしたりですとかあそういうことをして提言を出したりしてきたんですけれどもひとえに皆様のご支援のあってのおかげかなというふうに思っています。うん えー、ただですねあの、本当に忙しく、みんな楽しくです、ね、いろんな活動をしているんですが、なかなかこうご支援をいただいたりですとか、あこういった機会にこう頑張れよなんていうメッセージを残しながら会場に来てくださる方にです、ね、こういうことをやっていますというようなご説明をする機会がないまま、あまた次へ次へと、こう、まあ、 いつも楽しく前向きに行くといえば聞こえはいいんですけれどもご報告する機会もないまま来たもんですから今日はその新外交イニシアチブの活動をですね えーまあ、いろんな分野があるんですけれども、安全保障の分野について、えーまあ、訪米報告というのを中心に、ですね、えー、特にこのコロナの、まあとというか、まあ、今もコロナはあるんだと思うんですけれども、コロナが明けて海外に行けるようになった期間についてのご報告というところで、今までちょっとご説明をしっかりしてこれていなかったような分野についても、おご説明をしていきたいかなというふうに思っています。 でこれをこうちょっと座らせてお話しさせていただこうと思うんですが日まあ昨日、まあ、レジュメを作るかと思ってパワーポイントをいろいろ作って過去の写真をいろいろタグっていくとです、ねまあ、本当に実にいろんなところに機会を頂戴して、えー、行ったりしてきましてですね でまあ、どれもこれもいろんな経験をさせていただいた上でえで毎回ないかこれはというような私なりのつかみみたいなものがあってです、ね、私は飛行機の帰り、まあ、アメリカからワシントンから帰ることがまあ一番多いんですけど私の海外行きの半分以上はワシントンなので、えー、飛行機が14時間なんですねその時間に14時間でこう原稿を書くっていうのはもう市場の喜びで。 えーまあ、大体何か掴んで帰るんですよ、これは日本の皆さんに絶対お伝えしなきゃいけないよねと、これは知らなかった、気づかなかったみたいなことがあって,、まあ帰ってえー、帰ってくるんですけれども、まあ、毎回、ですね、まあ、今,日今もそうなんですけれども、これもお伝えしたい、あれもお伝えしたいと思いながら、なかなかこう、 日々の業務に追われて、ですねそれをしてこれてなかったなということを改めて写真を整理しながら思いまして、でしかもですき、ねまあ、今日はあの訪米報告会というか、まあ、アメリカ報告活動報告会となっているんですが、チラシの上ではですね、えー、やっていたら、ですねちょっとアメリカだけではあまりにもちょっとお伝えすることが限られてしまうということで、急遽ょ、まあ、勝手に私のスライドは今、目の前にあるので、活動報告会に変わっておりまして。 でこうなかなか活動だけをただただこんなことしました、あんなことしなくしたと言っても説明しても、まあ、聞いてる方としてはなんか思い出話聞かされてるみたいでつまらないと思ったので、まあ、ちょっとですね、あのーまあ普段の講演会をさせていただくときに私がこういうことを、まあ、皆さんに今の日本を平和にしていくためにはしていったらいいんじゃないかというようなこう、まあ、提言めいたことをお話しすることが多いんですがなぜ私がそういうふうに考えるに至ったのか。 海外あるいは日本の国内で他の国の人たちと接する中でどういう体験を経て今の自分の中での価値観ができそういった提言をしてきたのかとそんなことをちょっとお話をさせていただきたいというふうに思っています。 で、えー、まあ、自発的対米従属の現在新しい外交の実践と題しているんですが、こんな流れで今日お話をさせていただこうと思います。えー、まず、まああの私がどんなことを考えているのかというところを、まあ、私の現状の認識も踏まえてご説明をさせていただいたのが、まあ短く第一と普段の講演はここだけで全部終わります。あの ND での単独の講演というのは。 多分もう5年ぐらいやっていないかなと思うんですけれども、あの安保三文書の改定が12月22日、2年前にあってからですね、まあ、本当にたくさんの方に日本中に招いていただいて、講演自体は100回ぐらいやっているかなと思うんですね。その場合はこの現状の認識をお話しをし、私なりの解決案をご提案をさせていただいてというのがまあ講演の内容になるんですけれども、今日はそこがメインではないので、そこで、んこれは自分とちょっと違うぞとかですね、この今言ってることの理由をもっと聞きたいぞというのがあれば、 ちょっとまあ別の機会の講演会を YouTube かなんかで見ていただくとして、今日はちょっとこの2のです、ね、活動報告の方をメインにしながら、しかしなぜそういう提案を私がこれまでさせてきていただいているのかというところをこういろんな体験に基づいて話をさせていただくと、そんな流れにしたいというふうに思っています。でまあ、活動報告を踏まえてというところで、まず一番皆様が今日う、まあ、は米アメリカの報告会だと思って来ておられる方が多いと思うので。 えー、そうするとアメリカの空気感ってどうなんだろうっていうところをまずお話をさせていただくそれからあそこでアメリカに続けていければよかったんですけどどうしても私の中ではですね、えー、今の世界の中でと多数を占めているグローバルサウスの国々のお立場 アメリカと中国どちらの側にもつかないという信念というのは、まあ、私が惚れ込んでいる概念なんですけれどもこういうものに直接接する機会が何度もありまして、えー、その経験をちょっとお話をさせていただくとで私との団体の名前は新外交イニシアチブというので、まあ、外交を推進している団体ということになるわけなんですけれどもその外交ってじゃあどういうことをやるの っていうことをですねこれだけ日本と中国あるいはアメリカと中国の関係が良くない中で台湾、まあ、有事と呼ばれてますけど台湾での戦争ですね台湾戦争が起きてしまうかもしれないという時に、えー、ここに来られている方の少なくとも半分ぐらいはで,す、ねえー、でも軍事力強化したってなかなかこう緊張関係も緩和されないからあやっぱり外交をしっかりやっていかなくちゃいけないんじゃないかというふうに思ってきておられる方が多いんだろうと思うんですけれども。 じゃあいざ外交をやるっていうのはどういうことなのかということになるとなかなか具体的なあこうすればいい習近平さんが日本に来ればいいのかなとかいうぐらいで、えー、終わってしまうことが考えがなかなか具体的にならないっていうことが多いかなと思うんですけれどもそこをですね私が痛烈に実感することができたあーアメリカ政府に招かれていった研修というものがありましてですね、えー、そこでまあキーワード今日何度も申し上げますけど制度化という制度化された外交という名前を おまあ紹介をされまして、えー、その重要性を実感したのでそのお話をその次にさせていただいてで、まあ、実際どういうことをアメリカが外交をやるという時には何をやるのかというところを続いて外交とはどういうことをやるのかでご説明をし、えー、そして まあ、ND、私どもの実践としてどんなことをやっているのかということをご説明すると、まあ、そんな流れで、えー、ちょっと欲張りにも私の提言させていただいている内容をご紹介をさせていただいた上で、なぜ私がそう思うのかというところをご紹介をすると、そんな流れでいきたいと思っています。 で特にですねそのもしかするとここにおられる方はあご自身が何かあそういったこう平和の運動みたいなことをされている方もおたくさんいらっしゃるんじゃないかなというふうに思いますしいあるいはあ学校の先生だったり。 あるいはご家族に子供さんにお孫さんにそういう話をするような機会があるような方っていうのも、まあ、ここまで国会議員会館まで足を運んでくださる方ですので何らか思いをお持ちの方っていうのが多いのかなというふうに思うんですね。でその時にただ なかなかじゃあワシントンに行ってきたことがあるかというとそんなに簡単に行けるものでもないしじゃあ東南アジアっていうけど東南アジアの国の人たちに2カ国ぐらいやったことあるけど10カ国まとめてなんて ASEAN、えー、は10カ国だけどないよとかですね、えーまあ、そんなこうところを私は大変皆様のご支援のおかげで大変貴重な体験というのをですね数々して、えー、させていただいているものですから。 その肌感覚みたいなものをぜひ皆さんにお伝えをしてそれをご自身の普段なさっている取り組みですとかあるいはご自身がお子さんやお孫さんに話をされるときとかそういうときにこんなことがあったんだってと、まあ、普段から、まあ、まあ私だって大体お話をさせていただくことはどこかの国の誰かさんが言ってたことや誰かさんに書いたものを読んで話をする。 することが、まあ、人間と人間のはそういうもので多いわけですけどテレビで見たり本を読んだり人に話を聞いたりするわけですけれども、まあ、そこの部分でなかなか日本には直接伝わってこない日本のメディアで見聞きすることが少ないだけど私が肌感覚で確信をしていることっていうのはもう、まあ、15年この活動をやらせていただいているのでたくさんあるんですねそういう部分をぜひ、まあ、皆さんに使っていただきたいもう本当に贅沢な思いだけ私があのさせていただいてく贅沢別にお金が儲かりまくってますということは全く悲しいからないんですがあの経験としては本当に贅沢な経験 意見をたくさんさせていただいているので、そこをこうぜひ皆さんに使っていただきたい。皆さんのご支援あっての ND ですから、あそのご支援いただいた分、励ましていただいた分、ぜひ使っていただければと。そんなことで、えー、今日の会を利用していただければありがたいかなというふうに思っています。 まず今日の全く本題ではないただここを説明しないとなんで私がこうその後の体験が生きたと言ってるのかっていうのがわからないと思うのでちょっと現状の認識について走り足で駆け足でご説明をしたいというふうに思いますまず、まあ、世界が今どうなっているのか非常にもう分かりやすくシンプルにまとめた形で言うとですねアメリカが非常に力を落としていてその最大の競争国であるというふうにされている中国と まあ競争しなくちゃいけない、まあもっと言えば競わなくちゃ戦わなくちゃいけない戦うまあ戦争ではないけれどもお競い合わなくちゃいけない中で、えー、じゃあアメリカの政策はどういうものかというと、お同盟国に頼ること、同盟国と一緒になって自分の国の抑止力を高めて、えー、そしてえまあ自分の覇権的地やあるいは今ここにある国際秩序というものを守っていこうというそういう枠組みになっているわけですよね。でその時に使われるレトリックとしては民主主義と権威主義の戦いであるということが。 言われていてい民主主義の側の方が専制主義、権威主義よりは素晴らしいところなので、民主主義の方が素晴らしいと思う君たちは、こちらの陣営に入って、権威主義の側と戦ってくださいと、まあ、そういう枠組みになっていると。で、まあ、そのようにして、まあ、ロシアや北朝鮮やイランなんかもありますけれども、一番の競争相手というのは中国だというふうに見据えている中、あーアジアというのは当然ながら中国が主要な競争国であれば、その舞台にもなりますので、日本は、 日本はそのアメリカのリクエストに応え、ま,あ、また日本自身が望んで、えー、安全保障の3文書というものを2年前に改定をし、防衛力を拡大をしたということが、一つ、日本の大きな変化としてありました。そして自衛隊と米軍が統合をして、これから訓練をなおさら一緒,に一緒にやっていくし、司令部も調整をして、統一的な指揮下の下で動けるように進めていきましょうというのが、この4月に岸田さんがアメリカを訪問して、えー、約束をしてきたことということになります。 そして、えー、その2か国だけではなくて、えー、安倍首相が提唱した自由で開かれたインド太平洋構想という、この外務省のウェブサイトから取ったパシフィックオーシャンとインディアンオーシャンという、その2つをそのままつないだ、ですねインド太平洋地域を一つのグループとして、専、えーまあ、制主義に対抗していく、権威主義に対抗していく、でその中で、えー、本当はアジア版 NATO というものが作りたいんだけれども、 オークス、クワッド、俺はアメリカとイギリスとオーストラリア、アメリカとイギリリスととじゃなかったアメリカとインドとオーストラリアと日本というようなあちっちゃな同盟関係を作ってみたりとか、ですね、えーまあ、インドあ、日本、アメリカ、韓国とか、日本、アメリカ、フィリピンとか、そういうミニラテラルと言われたりするんですけど、そういうものをたくさん張り巡らさして、それで中国を囲い込んでいこうと、まあ、格子上のミニラテラルな純同盟関係を作っていくというふうに言われているんですけど、そういう世界の構図になっています。 でまあ、それで平和になるならいいんだけど、それをやると当然、反対側のブロックも強化をするわけで、何やら来週あたり、ひょっとするとプーチンさんが北朝鮮を訪問するかもしれないみたいなニュースが流れているような状況で、中国とロシアと北朝鮮が手を結んだりするような感じになり、両陣営が軍事力を強化していくので、緊張ばっかり高まって平和な世の中になっているとはとてもとても思えないというのが今の現状になっていると。 でまあ、私は講演の最後にまあ提言をお伝えをして終わるんですけれども、まあ、何よりもそんな中で対立を緩和していかなければですね地域が対立している以上はちょっとしたきっかけによって日本が戦争に巻き込まれることっていうのはあり得るわけだからとにかくその緊張を緩和していくことというのが必要であろうということをお伝えをします。で民主主主義義と権威のののの戦いいいだなんてててて言っっててもででですね緊張は一方的に高まっていくのみで、えー、かたや本当の意味で人間の最大の の脅威である気候変動とか言う。 いうですね世界的な課題についての取り組みというのはどんどんお伝えをしていきますよと、で,まあ、でも民主主義がいい、法の支配がいいということで、そちらの側の陣営がですね、えー、振りかざしていれば、世界がそのようになっていくなら、当然それでいいかもしれないんですけれども、振り返ってみれば、あそういうことについて追随しているのは西側、いわゆる西側諸国のみ、今、G7 が終わったところなんですかね、の西側諸国の代表が集まってますけれども、その国々でいろんなことを決めていったところで、ですね振り返ってみれば、誰もついてきて、 いいないよとグローバル・サウスと言われる国はあイスラエル、ガザの,あの戦争を見て、えー、今まで人権とか民主主義とか法の支配とか言ってたアメリカがなんであんなにたくさんガザの人たちの命を見殺しにするどころか武器を提供して、えー、むしろ戦争の共犯者じゃないかというふうに世界中は見てるわけですねアメリカ含め、まあ、G7 の国 日本も含めた G7 の国々を見てるわけですよね。いう中で、えーまあ、それを突っ走ったってこう全然効果がないのも目に見えているのが現状なわけでそうしたときにどんなところが役に立ちそうかな日本の知恵になるようなところはどこかあるかなというふうに周りをきょろきょろとおやっぱり中国の侵略に少し怯えているような国なんかを見てみるとお近くに東南アジアという国があるじゃないか国々があるじゃないかとお先ほどちらっと申し上げたかな。こ,この前でで一本大学講演 抗議をしてきてるんで重なりますしてないですねここではね、えー、東南アジアの国々はあアメリカと中国のどっちのサイドも取れないよと アメリカのサイドを取ってしまったら、中国との縁が切れてしまって、これまで成長してきた根拠になっている中国との太い貿易の関係というのが、投資の関係というのがすべてなくなってしまって、国の発展はもうないよということになる、かたやでも中国のサイドを取ってしまったら、今、中国が主張しているように、自分たちの領土だと思っていた島を中国に持っていかれてしまうかもしれないということで、まあ、どっちのサイドにも取れないよと、だから選ばせてくれるなよと、まあ、そういうことを言っていますよと。 それはですね、まあ、東南アジアあるいはグローバルサウスの今のも顕著な傾向なんですけれどもしかしまあ日本も同じじゃないかということを私は申し上げていて、えー、中対中経済制裁をしたらですね日本の貿易額の4分の1は中国とですからあその4分の1を失って、えー、日本はあ実際に戦争をしていなくてもですね経済制裁ずすら破綻をするんじゃないかとなので私たち日本人だって、えー、アメリカと中国を本当の意味では選ぶことなんかできないんですよと。 だったら緊張を緩和するための外交が必要じゃないですかと、そして充実した外交とは何かというところで、後でご説明をする外交の制度化が必要なんですよということをまあ申し上げてきているわけですね。で基本的にはこの今の3枚のスライドというのが大きく分けて私がずっとお話をさせてきていただいていることです。であと、今日のお話をするのに、ちょっとデフォルトのですね今の日米外交のシステムというのを、もう昔からよ応援してくださっている方、前、山のように聞いたよって方が多いと思うんですが、新しくファンになってくださった方っていうのもいるんだと思うので。 あるいはパンじゃないけどいるよっていう方も <laughs> ここにいらっしゃるんだと思うのでちょっとご説明をします。 今の日米外交のデフォルト、まあ、そもそもの形、今あるこう日米外交がどんなものなのかということはです、ね、えー、まあワシントンに行って1か月も2か月も過ごせばすぐ分かるようになります。えー、それは本当に一部の限られた人たちの手による外交の完全なあまあ選挙、支配であり制度化なんですね。まあ、いい言い方をすれば、制度としてくぐれないくなっている、確固としたシステムになりきっている日米関係というものがあります。でそれはシンクタンククタからアーミテージ内報告 報告書というももののがこ4 4月にも4日ですかね出ましたした、えー、そういったアメリカの方でこういうことを日本はやりなさい、えー、集団的自衛権の行使を日本が認めるようにしなさいはいやりますみたいな感じで、えー、日本はアメリカから言われたらあ報告書が出るとそれに従って日本の外交政策はアメリカの言うままになってるよというふうに、まあ、古くから日本のリベラルはですね えー、時の政権のやる軍事力拡大等についての政策についてアメリカの言いなりになるなというふうに批判をしてきたわけなんですけれどもところがどっこいちゃんとですねワシントンでつぶさにその様子を見てみるとそんなことは必ずしもなくてですね、えー、日本で一番こう。 安全保障や外交の教科書と言われているの,その今申し上げたアーミテージ内報告書というやつなのですが今回4月に出たのは第6弾これまでに2000年から6回出されていてそこに書かれていることはあ3年以内ぐらいに必ず全部実施されるよねと言われるような。あ 手段的自衛権の行使だとか、あ秘密保護法の制定だとか、今で言えばあ経済秘密保護法の、まあ、クリアランス制度とかですね、の設置とか、あそれから自衛隊の陸海空の司令部の統合とかですね、えー、いうものがみんな書かれていて、すぐ日本はやるよというようなものなんですけど、ところがどっこい、それ書いてるのはアメリカ人だけど、そこの書いている出版物を出しているシンクタンクにお金を出しているのは日本政府じゃないか。 そういうものが今起きるってことをまさにやったら書いたらすぐ実現可能になるよってことを伝えてるのも全部日本人じゃないかと。日本政府のお金で日本のことをやっている人たちが集まってアンビテージ内報告書を発表されて、えー、ありがたくいただいた日本政府は自分たちがや,ってしいと思やりたいと思っていることを彼らに書いてもらってそれを実践しているだけじゃないかといのはすぐ分かるようになるわけですね。 なので、それを私は日本で官僚が、あるいは政治家、自民党の政治家がここでボソボソっと言ったところで、じゃあ、自民党さんの考えでしょうとか、日本政府そう言ったってなかなか動かないですよ、世論もなかなか反発は強いですよ、まだ憲法9条ありますからね。 いうことがあったとしても、いやいや、アメリカからこういう報告書が出ていてねと、著名な元アメリカの高官であるアーミテージさんという人がこんなふうに言ってるんだよっていうふうに聞くと、なんのことはない、今回の4月4日のアーミテージ内報告書だって出た直後にどんだけたくさんの新聞が、っていうか、書いてない新聞はないですね、朝日も読売も毎日も産経もみんな載せてます、こういう政策の提言が出ましたというふうで、ものすごい勢いで日本のメディアにそれが掲載をされて、えー、その、まあ、政策自体が次々実現を していくとまあ、いうことでですね日米関係というのはあそういう彼らに意見を伝えることができる一部の限られた人たちがあこういう報告書を書いてくださいねとそこまで直接的に言わないまでもですねお金を持っていって、えー、寄付という形いろんなシンポジウムを運営する費用を払うよという形で提供した上でえで、ー、ちょうど今出してもらうんだったらあ司令部の統合だからねというタイミングもちゃんとお伝えした上でえで、ー、そういう報告書を発表させや。 あるいはメディアに取材をさせて、そして発表されたものは日本のメディアに流れて、核兵器となって帰ってきて、そして日本で実現されると、そういう核兵器に、ワシントンは核兵器の役割をしていて、えー、お金がある人だけ、そういうルートを持っている人だけ、えー、そして、えーまあそ,うですね、そういう中に入り込める価値観を持っている人だけがそれを使える、まあ、便利な日本の政策実現ツールなんですね、ワシントンというのは。いうことがよくわかるというところが、私の、まあ、なぜ新外交イニシアチブを始めたか。 とかというと、このワシントン核兵器があまりにも民主的じゃないので、それを何とかして破壊してやりたいというふうに思ってやっているわけなんですけれども、それがデフォルトとして、残念ながら今日現在も続いているということになります。で、あと、多分今日は大統領選挙の後どうなるのかなということに質問が来るんじゃないかなと思って、一応、レジュメを作りましたが、これを話していると時間がないので、関心がある方は質問で出していただければと思います。さて、その今の4枚のスライドで、私が今、あのまあ、15年来やってきて、 えー、大きくの根本は変わらないんですけれどもいろんな体験をさせていただくために、えー、いろいろ私なりに学んで、えー、こういうことを提言に入れたらいいんじゃないかなとか私たち日本はこうするべきなんじゃないかなっていうのを、まあ、少しずついろいろ変えていっているわけなんですがなぜこういう認識今申し上げた4枚のスライドの認識に至ったのかということについて活動報告を交えながらお話をさせていただきたいというふうに思います。 まず一つ目、アメリカの空気感というところをお伝えしたいと思います。残念ながらコロナで2000年2020年、2021年はワシントンに行くことができなかったので、2021年から、まあ、あつい最近でいうと、この4月にワシントンに行っていますけれども、まあ、その間の、まあ、ワシントンは頻繁に行くので、定期滞在による観測というところでご説明をしたいというふうに思います。えーまあ、たくさんいろいろあるのですが、 今のアメリカのイメージはですね、多分ん非常に対中強硬のイメージが強いんじゃないかなというふうに思います。で、それは日本のメディアがアメリカの状況を書くときに、アメリカの議会が超党派で中国の TikTok 禁止法案を通しましたとか。 いうのが流れるので、当然、そういうふうに超党派と聞けば、ですねアメリカは2つしか政党が主だったものとしてはないので、えー、それはもうほぼ全議会の全,員全国民の代表である議員のほぼ全員が賛成したのかしらぐらいのことを、まあ、思ってですね、それがアメリカの全トーンなんだというふうに思ってしまうわけですよね。なんですけれども、まあその中にもいろいろなトーンがあるんだなというのは、行けば必ず感じます。で、そのいくつかを、まあ、体験を交えてお話をさせていただくとですね、まず1つ目。 いいいいわわゆるるる中国を専門としててアメリカ人っていうのはたくさんいるわけですよねでその中国を専門,専門家としているアメリカ人っていうのは大体中国は当然ペラペラで中国の友人がたくさんいて中国の内政に詳しく中国の文化が好きだったり中国の友人がたくさんいる人たちなんですね。なんですけれども今のバイデン政権は、まあ、当初からそうですけれども中国の専門家が政権の中に一人もいないっていうふうに言われてるんですね。 でなんであんなにいっぱい中国のことを発表してんだと、対中国政策を発表してんだと。例えば、イーロイ・ラトマンさんあー、対中政策を発表した国防総省、ごめんなさいね、今日かなりオタッキーな内容がだいぶ入っちゃうと思うんですけど、こういう講演、なんか5年に1っぐらいしかできないので、ちょっとお付き合いいただきたいと思うんですけど、あの国防総省の中で中国政策を、まあ、バイデン政権について書いた人ですがあ、彼なんかは中国専門家じゃないのか、他にたくさんいる中国のことをやってる人たちは中国専門家じゃないのかというと、 アメリカの中国専門家に言わせるとですね彼らは安全保障の専門家で中国を敵としてあるいは対抗相手としてそれにどう対処するかという意味の専門家ではあるけれども中国のことがよくわかっている専門家ではないんだっていう言い方をしますよね。そういう意味でじゃあ本当に外交しよう今バイデン政権自体は割と中国とですね外交モードに入っているんですけれどもどういうふうにしたらその外交ができるのかという話になった時に実際できるんだろうか。 中国の誰に話を通せばここは通るんだろうかとかこういう時には中国はメンツを大事にする国だからこういうふうに行った方がいいんじゃないかそういうアドバイスを適切にできる人っていうのは政権の高官の中に一人もいないんじゃないだろうかっていうことが言われています。 で、例えばですね、例えばというか、まあ、そのことも含めてなんですけども、2年ほど前にナンシー・ペロスさんというアメリカの連邦議会の下院の議長さんがですね、台湾を訪問するという大きな出来事がありました。でその時私はちょうど議会回りをしておりまして、ですね、議会回り、まあ、私の,その新外交イニシアチブの,そのやっている活動の一番の基本中の木の字、一丁目一番地というのは、 あまあ、沖縄の問題が発端でしたけれども。 日本にあるさまざまな声というのは日本の外務省、日本の政府は運ばないと、それを直接運ばなくてはいけないと、沖縄の声を運ばなくてはいけないということで、アメリカの、まあ、多様性の国ですから、アメリカは腐っても、どこに一番声を届けると効果的かなというふうに思ったときに、注目をしたのがアメリカの議会でして、右から左まで、日本の右から左なんてもんじゃないぐらい幅広く、ですね右から左まで、いろんな考えを持っている人たちがいるので、まあ、そこに声を届けようということで、アメリカの議会を回り始 初めて議員さんに会って声を届けるっていうのを始めたそれがまあ新外交イニシアチブ私どもの団体の始まりなんですね。 でえー、その延長もあってです、ね、まあ、今もいろんな声、えー、例えば今であれば台湾有事を起こしてくれるなとか、もっと外交的手段で対話を大事にしてほしいとかです、ね、そういうものを伝えるということになると、まあ、それ以外もやりますし、当然、国務省、国防総省にも会うんですけれども、お時間としては、まあ、回る先がたくさんある、米議会に張り付くことになります。でまあ、ずっと話聞いてると、あきるとも、ね、ちょっと米議会回るってどんなもんなんだっていうのをちょっとお話をするとです、ね、まあ、これ、議会ですね、アメリカの。で私一人ででるので あんまり私の写真がないんですけどあの一,部一枚これ多分どっかの観光客であのアメリカ観光に来てるむしろ中国人の方に撮ってもらってる写真だと思うんですけどでこんな感じで銀会館があって、まあ、ここも銀会館なので、まあ、若干雰囲気に似てますけど、まあ、アメリカの方が広くてとにかく寒いですよねもうクーラーがあっても聞いてて本当に寒いですこの米議会って。 どうででもいいですよそんなことは。この長い廊下をカツカツとこうなんかあんまは入りははか,かないんですけどあ歩き回ってのサルタのイメージだねなんて同行を今までさせていただいたあの枝野幸男さんをはじめたくさんの議員さんたちにはカツカツって聞くとサルタを思い出すなんて言われながらこの長い廊下を走り回っているわけなんですが。 こういう感じの議員の部屋がありましてですね、えー、この部屋のノックをしてはもちろんアポイントメントを取ってから行くんですけれどもお、まあ、伝えたいことを伝えてあるいは協力関係を結んでお願いしたいことをお願いして、えーまあ、そしてまた次の部屋に移動していくということをやっているわけです。で例えばまあ議員会館の部屋ですとこんな感じで、えー、自分の壁はなんか多分日本の議員会館は勝手にあると怒られるんでしょうけどアメリカの議員会館は自由にその自分がそあの属している部屋の壁はですね何貼ってもいいらしく ですねこれはミネサタの議員さんなんだと思うんですけれども、ミネサタの議員さんの選挙区、第7選挙区の人で、えー、戦争で命を落とされた方の写真というのが、まあ、こういうふうに貼ってあったりとかですね、えー、あるいは、た、まあ、多分今の方は想像するように、まあまあそれなりに多分、分あの軍事的なものに対するシンパシーを持っている方なんだろうと思うんですけど、こういう貼り紙をするということは、あるいはあとても左側のリベラルなあ議員さんなんかだと、レフィジーズウェルカムといかにもこの部屋に難民おいでくださいませみたいなもの 貼っている議員がいたりとかですね多分この中今日来てくださってる方の中でも好きだよって方いらっしゃると思うんですがこれはオカシオ・コルテスさんの事務所の前ですね、えー、そのバーテンダーからなった国会議員とか言われる下院議員のもう今後のもうヒーロー中のヒーローですヒーロインっていうのかなあのポリティカリーコレクトにどっちなのか分かんないですけどあの、まあ、アイドルですよ。 あのまだ若くて、えー、人がこう躊躇して言えないようなこともバサッと言ってですね、えー、そしてまあ若者の心をぐっと掴んでいくというヒーローで、えーまあ、ファンが来てはですねお願いしたいこととか頑張れとかいうメッセージをこうやって貼っていてですね毎回集められてすぐ空になって綺麗になるんですけど次の私がまたこう1ヶ月とか2ヶ月経っていくと違う色のポストといわーって貼ってありますね。 まあそういう感じでまあ議会を回るんですけれども、それでちょっとまあ議会周りの話をこんな感じでやってますよという中で,です、ね、まあ、ナンシー・ペロスさんが包帯したとき、こんな感じで議会を回っていたんですね。でナンシー・ペロスさん、覚えておられるかもしれませんけど、台湾に行きますと。 タルルフさんは大統領がもし何かのことで命がなくなった場合には、で副大統領もなくなった場合には、3番目に大統領になる可能性がある人ということで、非常に力のある、地位の高いアメリカの中でトップから3番目の人であるということで、その人が国として中国が認めていない台湾を訪問するということで、中国は非常に怒ったわけですね。 で行くなと、行ってくれるなよと言ったら軍事演習を激しくやるぞというメッセージを中国は出しました。でバイデン政権のバイデンさんも実はあまり行かないでほしいということを言いました。でも、まあ、ペロフさんはこの国は三権分立なので、えー、行政権に言われたところで私は立法府の下院、まあの議長、長なので自分の判断に行きますということで行ったわけですね。で、そうすると、その後ですね、また中国はあ言った通りにちゃんとやりますよということで大、大規模な軍事演習をやって、 えー、ミサイルを飛ばしたうちのいくつかというのが日本の排他的経済水域も用いたというようなことがありました。で、まあ、この時ですね、えーまあ、議会の雰囲気がどうだったのかというのは中にいるので、アウストアウトに聞くわけですね、でどうだったのか、まあ、それが今のアメリカ議会の対、ねえー、中の空気感もうまく伝えると思うので、つながってますから、まあ、お伝えするとですね、 基本的には、まあ、中国に対してあんまり好きじゃないよね、あるいはめちゃくちゃ嫌いだよねも含めると、おまあ、とっても好きな人はアメリカには、まあ、日本もそうなので、同じ感覚だと思っていただいていいと思うんですけれども、おあんまり中国に対してポジティブな無思いを持ってる人っていうのはいない。とこと議会になると、ですね議会っていうのはまあ日本の国会もそうなんでしょうけど、非常に強く意見を言って、その意見で人から票をもらおうという職業の人たちですから、まあ、それはすごく強く出るんですね。 でえー、共和党のタカ派の人たち、軍事侵攻がものすごく強い人たちからすると、当然ながら、ものすごく中国というのはうっとしいわけですよ。軍事力をどんどん高めていって、えー、アメリカに対して追いつこうとして、追いつ,追いつけ、追い越そうとしていると、覇権国の地位を奪われるんじゃないだろうかということで、まあ、極めて強硬な姿勢で中国をいさめなきゃいかんということになる。 でも日本の文脈でいうと、日本ではまあリベラル側、左翼、まあ、リベラル側ですね、リベラルの人たちというのは、右翼、保守と違って、もっと対話で外交で行こうじゃないかというふうになるのがまあ通常の筋なんですけれども、アメリカの場合のリベラルは、ですねこの対中の文脈では若干違って、えー、民主主義とか人権とかそういうものについて、非常に中国のやっていることはけしからんと。 いう思いが強くて、ですね台湾の民主主義を守るということが、民主主義陣営の砦を守ることになるんだということで、まあ、ナンシー・ペロスさんだってですね会議長までやってましたけど、民主党の中ではまあどっちかといえばリベラルの方です、あの全体から見れば。いう中で、ナンシー・ペロスさんについていった、彼の彼女一人で行ったわけじゃないので、他の議員さんの顔ぶれを見ても、ですね結構リベラルな人、まあ、プログレッシブな新法派の人たちっていうのもついていっているような感じで、そちらからも中国というのはすこぶる評判が悪いと。 こういうことで右から左までこう中国に対して強硬になるし、えー、中国に対してまあ今、もう毎週のようにというか毎月のようにというか対中強硬法案みたいなのが議会で審議されてますけれどもおそういうものについてもおあまり歯止めをかける人が議会の中にいないということになるでその典型がですね下院の中でアメリカは上院と下院があって、えー、まあ上院の方が激しく優位なので。 日本の参議院と衆議院なんて差じゃないぐらい上院がもう、神様と平民ぐらい違うんですけど、下院、まあの方がもうちょっと一般的な、あの神様じゃない方、う、平民の議員さんの方ですね、えーそのまあ、それでももちろん国会議員ですから影響力のある人たちですけれども、その下院議員の中で、下院の議会の中で、えー、1年ほど前にですね、中国共産党特別委員会というものが設置をされまして、 名前をあえて中国共産党とまでしていて、まあ、そこをどのようにして対峙していくのかとそういうことを主眼に置いている委員会なんですけれどもその設置に対して反対意見を言った人っていうのも民主党の中には若干いたんですが。 ままあまあ超党派でその委員会の設立自体は決められていき、でその特別委員会からは、ですね、もっと中台湾と一緒に合同軍事演習をした方がいいんじゃないかとか、台湾にもっと武器を輸出した方がいいんじゃないかとか、あ周辺地域、つまり日本とかですね、フィリピンとか、あその台湾の周辺地域における米軍口をもっと高めて、えー、能力を高めていかなきゃいけないんじゃないかとかですね、まあそういうようなことを提案をして、ですね、えー、まあ非常に高派の姿勢を取っています。 私なんかはまあアポイントメントを入れるときとかです、ね、まあ、メールアドレスを向こうにもお伝えしますし、それから私自身がいろんなところのメールを自動に転送というか、メーリングリストみたいなのに入って送られてくるようにしているので、まあ、しょっちゅうこの中国共産党特別委員会から、もうまたかっていうぐらいま来るんですね、もう名前見たら覚えてるぐらい、しょっちゅうしょっちゅういろんな人の名前で来るんですけど、まあまた不正裁配引いたのか、まあまたこんな決議出すのか、またこんなんか、みたいな、僕ここまでよく中国の嫌なとこ見つけて叩くねっていうぐらい次々来ます。 でえー、私たち新外交イニシアチブはです、ね、その日本が軍拡を激しく決めた2022年の12月の前夜に,11月にです、ね、戦争を回避せよというアメリカと中国の対立そして日本と中国の対立を絶対に起こしてはいけないと台湾有事を絶対に避けなきゃいけないそういう提言書を出しているんですね。なののでアメリカにとにとかくその高花 こう態度といいうもものを変えてもらえてらない限り、まあ、日本が率先して変えた方がもちろんいいんだけれども、まあ、両方に変えてもらわなきゃいけないというところがあって、まあ、今はアメリカの議会を回るときっていうのは。 多くの場合、辺野古の基地を作らないでくれということを頼む以外にですね、ね何とか外交で緊張を緩和してくれということを言うわけですけど、何よりもこのです、ね、委員会、この中国共産党特別委員会の一番の議長さんが辞めましたけど、ギャラガーという恐ろしく高く話で、そのギャラガーに何としてもこの私の意見を伝えねばならんと思いましてです、ね、アメリカ人の友人には、そんなことしたら無駄だよ、無駄だし、むしろ、 もうこんなうっとうしいやつがいるからって言って、NHK にでもお金を払ってもっと日本が高いになるように、米議会が決議とか上げかねないから、むしろ行くのやめろぐらいのことをアメリカ人のリベラルの友達から止められたぐらいだったんですけど、いやでもここに打ち込まないで、反対意見を持ってる人が反対意見を言わなかったら、ましだから反対意見を言わないなんて、そんなこう、民衆費ないわけですよ。沖縄の人たちだって潰されても潰されても反対意見を言うわけで、反対意見を持ってるんだったら伝えないでこそこそしたらいいなんてことはないと私は思ったので、会いに行ったんですね。 委員長ですからアメリカの場合はなかなか会ってもらえないので、まあ委、委員長好きの直接の担当補佐官と面談をしたんですけれども、でまあ、その時にですね、えー、日本というのは、もしかするとこう台湾と中国とアメリカの3カ国、まあ、3カ国です、1地域2カ国の議論をしている時には、あんまり話題にならないのかもしれないけれども、アメリカで。えー、冷静に考えてみればあ、台湾戦争になった時に、 アメリカ軍が出兵をするということを、派兵をするということを決めた場合には、アメリカ本土から飛ばすわけじゃないでしょうと、その船、その飛行機を、その船を出すわけじゃないでしょうと、それは日本から出すんでしょうと、沖縄にたくさん基地があります、日本本土にもたくさん基地があります、そこから出すんでしょうよと。とすると、最初に反撃を食らうのは、もしかしたら日本かもしれないんですよと。 あなたたちは台湾友情を起こしたときに自分たちは一人もまあ兵隊は、兵は気の毒かもしれないけれども本土の人はやられないというふうに思ってるかもしれないけれども私たちは戦争になったら命を落とすかもしれない国民なんだから私たちの声もちゃんと聞いてくださいとまあそういう話をしたんですよね。で、実際今、台湾戦争が実際起きたときに日本が自衛隊を派兵するかどうかという世論調査の結果では確か13%ぐらいしか日本の中で支持ってないんです。 ととかかいいう世論調査の結果をを持っていて話をした、まあ、だからこそですねそんな世論調査の結果を持っていたら NHK とかにお金をめっちゃ出してきっとなんか日本の世論いじり出してこいつらはみたいなことを私のアメリカ人の友人は心配して、まあ、冗談半分で言ったりしてくれてたんですけど、まあ、会いに行って話しました。でまあ、私の話を神妙に 聞いていてた、まあ、彼女、女性だったんですけどはですね最初にボロっと言ったことはです、ね、えーまあ、軍事力を強くすればするほど平和になると、そういう信念に基づいて、私はあ議会を運営しているというのが、私の伝える、使える委員長のお立場ですということで、えー、いかに軍事力を高めるということをのみに終始することが素晴らしいのかという話を、それから私が話したのと同じぐらいの時間、話をされて、ですねで、まあ、その会議は終わりました。 という時にで、彼女はですね、えー、私がいろいろ沖縄の状況とか避難訓練させられてるんですよとかこうこういろんなシミュレーションでこれだけ人が命を落とす可能性があるって出てるんですよとかいうことを言ってもですね、日本大使館がいつもここに来てるから日本政府から聞いてるから大丈夫分かってますから日本大使館とすごく仲良くしてますからってすごい言うんですよ、ね、あそうなんだそんなに仲良くしてんだこんな委員会とって伝えるべきことちゃんと伝えなさいよとかいうふうに思うんですけど。 私のですね今日お話ししていることもそうですし普段肌感覚で感じることは実は日本の中にいてほとんど日本人がアメリカで何やってるかとか外務省が何やってるかってわからないことが多いんですけどアメリカのアメリカ人から聞くことが多いんですね。 この前も、まあ、マケインさんという大統領選挙に立候補した人がいましたけど亡くなっちゃいましたが彼の事務所に会いに行った時にマケインさんにばったり会った時に最初に聞かれたのは日本大使館から来たんだよねっていやいや違いますからってこの顔しててなんでアジア人とも私は日本とも言ってないなんでマケインさんは私どう日本人って分かったんだろうかってそんなに頻繁にマケインのところに日本大使館が来てるんだなとかですね、まあ、そういうふうにこう肌感覚っていうのはいろいろできていてもちろん時には違う肌感覚を間違えて持っちゃってることもありますけど、まあ、そこはあの15年の間にこれは確実だなっていうところをお伝え すするようにはしていますけれども、まあ、少なくともお話を戻すとこの会員の中国共産党特別委員会の高派の委員長の補佐官はあ、まあ、日本政府とは非常に綿密に連携をとっていてこの政策をとっていることに日本政府は反対をしていないはずだというふうにおっしゃっていましたね。ということがありましてですね えーまあ、それでも伝えないよりは伝えた方が意味があると信じながらいろんなことをやり続けるわけですけれども、おお一番最後にお話をするように、えーまあ、それは非常に高派なアメリカ議会の中でも最も高派な意見。 で、えー、じゃあアメリカ社会全体がどうなのかっていうと、ですね、えー、ナンシー・ペロシさん行きました、台湾に行きました、米議会の中ではさっき言ったように比較的、ほぼほぼまあ9割ぐらいの人が頑張れと、人権派も頑張れと言っていた、ナンシー・ペロシいいことをやったと言っていたし、いい軍事力、信奉者も頑張れというふうふに言っていたという、珍しい割と共和党も民主党も政策が似ている、まあもちろん一部例外はいるんですけどね、いうまあそれが結構ちゃんといるっていうのは後で分かってくるんですけど、まあなんとなく一見見ていると、少なくとも日本の報道を見ていると、お。 全体で押,え押している政策がナンシ・ペロスの交代だったという感じになるんですがその後ですね次々ニューヨーク・タイムズとかワシントン・ポストに寄稿されている極めて著名なあそれこそ中国専門家は当然のことながら。 安全保障の専門家で中国を見ているというまあさっき私があんまり中国の専門家ではないですよみたいなことを匂わせた人たちからもですねこの時期にこんなに緊張が高まっているのにこんなことをしていいんだろうかと時期が間違っているやり方が間違っているというのが次々出てきたんですねそれであれっと普段私がこんなに高話したと,というふうに思っている人がこういう意見をこんな大きな新聞にバシッと書いちゃうんだというのが続いてですね この空気感、こう議会と他って結構違わないかというふうに思うようになっていくんですね。で、じゃあ町の専門家に会いに行きましょうと、さっき省きましたけど、なんで核兵器効果が意味があるかというと、ワシントンで町に会いに行った町で会う人の相手っていうのは、ですねオバマ政権のホワイトハウスでアジア担当してましたみたいな人とかですね、あの国は日本と違って政権交代があるので、日本も同じく政権交代があるかもしれませんし、起こさなきゃいけないんだけど、お政権交代がアメリカはある国なので、 えー、その政権交代の前にはホワイトハウスで実際に実務を担っていたという人がですねその辺にもうゴロ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 いるわけですよ。 なんで私が話すようにしに行く相手っていうのも有識者という名前は名ばかりの元ホワイトハウスだとか国務省だとか国防総省、あるいは議会のトップの補佐官でしたみたいな人が軒並みいるわけなんですけれども、彼らなんかに話をすると、ですね非常に今の議会のタカ派の声っていうのを懸念をしていて、私の言っていることに、ですねいや、本当にその通りだと、日本からしたら気が気じゃないだろうと、なんとかしてこの状況を変えていかない限り、本当に戦争になってしまうぞということで、あの議会をちょっともう、 例外だよねとあんなこう議会の例外な強硬な姿勢が世界中に報道されて、それにみんながこう影響を受けて、ですねアメリカ側なんだからこっちも頑張らなきゃいけないみたいになったらどうしちゃおうと、困っちゃうじゃないかと、あの議会は別にアメリカの中のたった一部の声に過ぎないよみたいなことを言うわけですよ、有識者の人たちがですね。いうことですね、なるほどねと、アメリカにもいろんな声があるんだなというふうに思いながら、ですねまた議会周りを続けるわけですね。でまああの一昨年今年いやな去年去今年とも何十回 いろんな議員さんや議員会見者の人と面談をしてきましたけれども、そして毎回ことあるごとに、えー、米中の対立を緩和してくれということを伝えてきているわけですがあ、面白いストーリーを聞きます、その間ですね。今、あの後半でご説明するように、えー、プログレッシブ議員連盟という、こうまあ、分かりやすくだけ言えば、サンダースさんの支持者という人たちが、アメリカの議会では、あ民主党の中の特に下院では半分を占めています。 サンダーさんバーニー・サンダースさん、2回の大統領選挙で候補者にほぼおあと少しのところまでいったら互角というところまで人気があって、特にもう若者、10代、20代の若者からもう熱狂的な支持を経ている非常に平和的な、ですね非常に社会福祉に手厚い、ま、弱者の味方のおこれまたヒーローみたいな人ですけれども、まあ、おかしおコルですはそのお、まあ、後任に将来なるんじゃないかと言われているご議員ですが、まあ、彼らが、まあ、別にサンダースんだけではないんだけれども、彼らのような人たちも 入っているそのプログレッシブ議員連盟というところが、まあ、平和の思いが強いのでそこと一緒にうまく連携をして新外交イニシアチブとしてはですねいろんな外交政策をやっていけないかなというふうに思ってつな、ねえー、がろうとしてるんですね。 まあ、つながって動いてるんです、実際。従、えーまあ、って、その議員さんたちに、まあ、いろいろこうお願いしたり会いに行ったりすることが増えるわけですが、そこでですね、えーまあ、ついこの前、ギャラガーの事務所に行ってきたよと、こんなふうに言われて、なんかこう、軍事力を強くすれば平和になるっていう講演を聞いてきたよみたいな話とかをするとです、ね、まあ、面白い話が次々出てくるんですね。で、その一つがですね、そのプログレッシブ議員連盟の担当の補佐官の方が教えてくださったことなんですが、 あまあ、今から2年ぐらい前になるんでしょうね、その話を聞いたのが1年半ぐらい前なので、えー、議会の,その担当補佐官たちがあ議会のタカ派からです、ね、声をかけられて、そのリベラル派も含めて10人ぐらいで、えー、インド太平洋軍の司令官というのがです、ね、アメリカの米軍のインド太平洋司令官というのはハワイにいるんですけれども、その司令部に実際の状況は実際どうなんだと、前線で戦おうとしている米軍として、 中国と向き合っている立場から今は中国との関係をどういうふうに考えているのかというのを見に行こうという視察旅行が企画されたんだそうなんです。でそれを企画した高派はです、ね、プログレッシブ、まあ、リベラルの人たちが常日頃から対中法案に反対をしたりとかですね軍事予算拡大法案に反対をしたりすることについて非常に苦々しくうっとしく思っていて現実を知らしめればこいつらも考えを変えるんじゃないかと。 そういうことでそのツアーは企画されたらしいんです高派の方からね。で 一切行きましたと、10人ぐらい揃って、ですねアメリカは議員1人につき補佐官が、まあ、上院なんかではですね40人ぐらい補佐官がいて、ある事務所に行ったら、ですね外交担当補佐官出してください、いやいや、私は外交担当ではありません、東アジアのみの担当でございますという、それぐらい細分化されて担当者がついている事務所があるぐらい、きっちり政策を補佐官に任せる国なんですけれども、なので影響力が強いんですね、補佐官一人一人の。で、まあ、その補佐官が政策を学ぶということでツアーを組んで、ハワイに行ったと。 でハワイのインド太平洋軍の司令官司令官とか司令,司令部の高官に話を聞いた、その開港一番、その司令,司令部の高官が何と言ったか、おい、議会大丈夫かと、お前らワシントンから来たんだよね、お前らと言わないでしょ、You, you came from ワシントン DC とかなんとか言って、ですねワシントンから来たんだよねと、議会だよね、議会大丈夫、あんなに高派でと、最初から議会の文句から入ったんですって。 こんなに前線でねなんとか紛争にならないようにと頑張ってる私たちの努力を議会があんなに高鼻メッセージばっかり出してくれたら台無しじゃないかとそんな高鼻メッセージ出してくれるなよという,もう怒りから入ったらしくってで、まあ、あのその話をしてくれるのはですね、まあ、もっぱらプログレッシブな人たちなんですけど「ね、さよう」ってそういうことがあったんだよ「はははっは」ってこう僕たちは。 あ釘を刺されに連れて行かれたんだけど彼らが釘を刺されて帰ってきたんだよしようしようとねみたいなそんなエピソードをしてくれてですね一か所から聞いただけなら私もそこまで、まあ、面白いなと思って終わるんですけどそれを何か所からも聞くっていう行く事務所行く事務所お私もこの前面白い経験をしてあそれさっき聞きましたみたいなそんなことが続いたんでしょう2年ぐらい前の夏は1年前の夏かないう感じで、えーまあ、そのぐらい、まあ、何が言いたいかというと空気感というのはいろいろあるんだということ。 で、えーまあ、こればっかり、ね、あの話をしていると最後までいかないので進めますけれども、おでアメリカはですね、まあ、ペ,ロが放をペロシさんが訪台をした後、非常にまあアメリカと中国の関係というのが対立をしてしまったので、まあ、もう少し緩和していかなきゃいけないよねということで、政権自体が舵を切って、ですねで、外交姿勢になったと、で、えーまあ、今、国務省をこの前の2月に訪問した時なんかは、まあ、こっちから一生懸命中国に対応しようと、むしろ今は呼びかけているんだけど、なかなか応じてもらえなくて、残念だったよ。この まあやっとできたんだよねみたいな話をしてくれるようなことっていうのもありますでまあ,あのこの2年ぐらいはペロシさんの訪台以降アメリカはすごく外交重視に政権自体はなっているのですごく高派なイメージもあるけれどおそのミニラテラルな格子上の同盟関係をたくさん作ってる高派の部分もありながらあー記憶していらっしゃるかもしれませんけどもたくさんの閣僚級のブリンケン国務長官をはじめですねたくさんの人がアメリカにから中国に行っていて。えー 米中首脳会談だってそれなりにたくさんやってますいう。そういう方向なんだけれども、今、トランプさんが大統領選挙でバイデンさんの候補相手になることが決まりました、11月選挙です。でトランプさんは非常に高派な政策を取っているということで、えー、それに乗せられて、ですねバイデンさんもお前は弱腰かと言われるのにつられて関税をばしッとかけたりして、ですね、まあ、非常に対中強硬の姿勢を出さざるを得なくなっているような感じで、まあ、内政的な事情、もともとの外交に高派であるといった、さっきの外交というか対中強硬であるという議会自体もそもそもそも 内政で力を力強く自分を見せることで票を取るっていうところでもちろん強くなってる部分があるのでえ内政の事情によって外交が高派になるというのはまあ、アメリカに始まった話じゃなくても、まあ、フランスでもどこでもそうなんですけれどもまあ、こと見のアメリカには見られている状況なのかなというふうに思っていますで飛ばしながら行きますが時間がないので、えー、まあ、中国が非常に注目を浴びているので、えー、中国のおかげでですね今日本に対する関心っていうのは高まっていてですね元々は全然アポイントメントが入らなかったような相手でも今は 中国についての日本の姿勢についてお話をしたいと思いますと、一言言うと、じゃあ次の何日に来てくれというふうにアポが入るぐらい、日本の、まあ,あいいのか悪いのか分かりませんけど、株が,株が上がってる役役、役に立つ相関が上がってる、まあ、あるいはアメリカが力を落としているから、それの証拠なのか分かりませんけど、まあ、日本への関心が高まっているという状況があります。 でえーまあ、ワシントンではです、ね、さっきこれは笹川あ USA という笹川,が笹川財団というのは日本にもありますけれども、そこがお金をほぼほぼ全部だと思ってが、出しているアメリカの団体があって、まあ、こういう感じでですねあの今の日本政府がやりたいことというのを核兵器として流す、非常に大きな役割を果たしていて、これ自体は国防大学ですね、ワシントンの中にありますけれども、で行われたセミナーの一環で、まあ、大使とかが出て、ですね今のこれからの日米関係、あるいは対中関係、どうしたらいいのか。 みたいな話をして、まあ、これが拡声器のお役割をしているということになります。で、まあ、あの、この辺も端折ってもいいんですけど、街に行けば非常に軍隊が強い国で、今。 あのこの前、3月に日本政府は殺傷能力のある武器輸出を決めましたし、なかなかこれから、ですね多分軍事的なものっていうのは、私たちの生活の一つ一つに入り込んでくるんだと思うんですが、そうなった結果というものはアメリカなので、そのアメリカがどんなものかを紹介するために、ちょっとスライドとして入れているんですが、醤油うゆやミリタリーアイデアセイウていうのを、お店、スーパーマーケットに行くと、あなたがミリタリーに属しているということを見せるだけで、えー、ディスカウント、格安になりますよっていうようなことが、まあ、これ、駅のポスターですけど、貼ってあったりとか。 ししますしあるいはあ今度は中国ですけど中国があ「ウィンドウ w t ーチャイナこれは「チャイナデイリーという新聞が駅で売ってますよと駅の地下この屋根みたいなやつは地下鉄の駅の入り口なんですけど、まあ、置いてあったりして、まあ、ちょっとずつ気にしているとこう全然生活に関係なさそうな米中対立が、まあ、そこが心にあるよと。 いうところをお話をしたかった感じです。まあ、あのー、さしおりますが、もうホワイトハウスですけど、ホワイトハウスの前でこうやって座り込みをして非、非核兵器の廃絶の運動をしているような人がいたりとかですね、えー、ブラック・ライブズ・マターの運動に合わせてビル自体をこんな風うに変えちゃうような団体があったりとかですね、まあ、アメリカの市民運動というのはとても力強くて、そこに惚れ込んでアメリカに通っているところもあるんですけれども、おまあ、それがアメリカの空気になります。次、私の革新 まあ提言ですけどグローバルサースはですねもう米中どちらの側にもつかないという信念を持って今の国際情勢を眺めているとこういうものがありますもうこれも絶対ですねもう絶対にどちらの側にもつかないもちろん国によって揺らぎはあるし違いもあるし、えー、濃度だとか方向性だとかテーマによってこうこの分野ではそうだけどこの分野は違うとかいろいろありますけど大きく言えばもう米中はどちらの側にもつかないという強い信念を持っています でこれはですね、まあ、私があ今あの、ドイツの団体で FES とあとで説明しますけれども、という団体の、まあ、客員研究員みたいなのをやらせていただいているおかげで、まあ、あちこちの国に招いていただいていく機会を持っているというのが、まあ、それを知ることになったきっかけなんですが。 ベルギー、ベルリン、パリと、まあ、ベルギーなんで、えー、NATO があるからです、EU があるからです。で、まあ、ベルリン、ドイツの団体なので、ドイツに招いていただいて、ドイツに行ったんですけれども、おいうところを訪問して、ですね、まあ、実感をしたことになります。で、このちょっと解説をすると、ですね、米中どちらの側にもつかないということ、毎公演で私は、もうそれがグローバルサウス、世界のトレンドなんですよということを話すんですが、それはですね、もともともうそのコロナの前に、新外交イニシアチブで、えー、若者チームでみんなでフィリピンの研究をしていまして、ですね、フィリピンに行った、あれは2018年。 1> 1年ととかだと思うんですけどもその時からフィリピンって、なんて見事にちゃんとアメリカと中国を使い分けてるんだろうって、その時からまあすごく確信として持っていたんですけど、それがいろんな書き物から現れるようになったのが2020年ぐらいで,でして、シンガポールというアメリカの友好国で、アメリカの基地を自分の基地を貸してあげて、あんなちっちゃな国なのに、そこにアメリカ海軍を駐留させているような国で、ですねアメリカのあるいは世界のですね一番影響力のあるフォーリーアフェアズという雑誌に寄稿して、アメリカと中国 選ばせるなアジアの国にと。アジアの我々にとってアメリカも中国も大事なんだから、どっちかを選ばせるな、ドントメーカスチューズというのを書いたわけですね。で、それに続いてインドネシア、マレーシアなんかがあーオークスというさっき申し上げたアメリカ、あイギリス、オーストラリアの軍事同盟に。 ついてまあ、それが設立をされたということが発表されたときに、えー、非常にこれはあ地域のお軍拡競争を助長するんではないかということを懸念を示したわけですねつまりアメリカがやろうとしている軍事的な行動についてノーということを突きつけたわけなんですシンガポールについてもインドネシアマレーシアについてもですねわ、まあ、決してアメリあの中国は領土をお領あの島をですね南シナ海で えー、守っていってしまう可能性もあるので、別に中国のことが大好きで大好きでそう言ってるっていうことでもないんだけれども、経済の面を見れば中国は大事だし、アメリカの方を見たら、まあ、中国に侵略されないためにアメリカもとても大事であるということで、まあ、両方どちらも大事だからあ、とにかくこの自分たちの庭で戦争させないためには、どっちも選ばせるなということをお、まあ、国が正式に言い始めたわけですね、総理大臣とか外務省とか。でえー、それをでですね肌感覚で知ったのが このドイツの団体に免れていた NATO でのですね、えー、まあ、体験でした。ちらっとだけご紹介をすると、この私が今属しているですね、えー、団体は、フリードリ・ヒーベルト・シフティングで財団って意味なんですけど、ドイツ語で、財団というところで、えー、ドイツはですね、政党が、各すべての政党があ、ポリティカル・ファンデーションという、まあ、政治財団というのを、 税金からですね議席数にほぼ合わせてお金をもらって予算をもらって、えー、強烈に大きなシンクタンクみたいなのを持ってるんですね。で今写ってるこの写真自体はそのシンクタンクの本部 FES の本部で、えーまあ、その時に招かれたアジアの友達たちと写っている写真なんですけれどもこの時はですね、えー、NATO と EU とそれからドイツ政府を訪問をして。 えー、NATO やヨーロ EU, EU の国々もですね今、あまあ、中国がこうやって力をつけてきている中あどうやってこの中国の問題に対応していいのかアジアにおいてどういうプレゼンスをヨーロッパは。 持っていくべきなのかみたいなことをこういろんな戦略とか文書を発表したりして気にしてるんですね。でまあご存知のようにこういくつもの国があのインド太平洋地域に軍隊も派遣をし始めていますし、えーまあ、自分フランスなんか訪問するとこの時フランスも私一人でその後行ったんですけど、えー、フランスはアジアの国であるとか言い始めていやフランスってアジアの国だっけってこっちなんか思うんだけどいやいやちゃんとあるじゃないか領土がとかで占領してるんですねいっぱい島をね。それをもってしていやフランスはちゃんとプレゼンスをアジアに持ってますからとか言っちゃうんですけど、まあ、そういう時代が来たわけです アジアがこう世界の政治の中の中心、まあ、これもいいことじゃないけども、まあ、中国のせいでというか、おかげでというか、まあ、中心になっているわけですね。なので、NATO にしても EU にしても、アジアのまあいわゆるこう安全保障の有識者と言われる人たちが、どんなことを考えているのかというのを知りたいということでまあ呼ばれた。で、アジア、あまあ、インドとか韓国とか日本とか、東南アジアの7か国ぐらいとかですね。えー の有識者と言われる人たちが1人ずつ、まあ、招いていただいて全部で11カ国11人がですそ、ね、ろって NATO の本部に行ったんです。で、えー、オーリシも、まあ、ウクライナ戦争が始まってしばらくしてからの時だったので。えーまあ こうウクライナ戦争がどういう影響をヨーロッパに与えているのかということも、まあ、よく分かったし、私もそのドイツの団体の研究をさせていただいているので、大変ありがたいことに、非常にドイツの空気感と日々接することが今できるようになっているんですが、あこのときにはまさにこうその始まりの頃ですごくよく分かりました。NATO の人たちとしてはです、ね、まあ、アジアというのは、言ったって、まあ、NATO というのは、まあ、ヨーロッパとアメリカ、北アメリカ大陸の団体ですから、アジアというのはメインではないわけですよね。しかも来ているのは、まあ あのまあ、言ったら小国の人も多いわけですよ、おまあ、シンガポールもそうですし、マレーシア、タイ、あと誰がったかな、フィリピンがいて、えー、あの時はインドがいて、また小国とも言えないけれども、そんなに彼らにとって私たちの面談では大事じゃなかったみたいなんですね。で、30分しか時間がないよと、で部屋に案内されてで、もう相手が言うわけですよ。 時間があんまりないんだと、この後やらなきゃいけないこともあるから、面談は30分だからとか、ちょっと偉そうに言われるわけですよ。で、こっちの方は11人並んでますけど、こっち、ナト t の人たち、ナト t なんで、いろんなヨーロッパとアメリカの人ですよね。で、私たち、こっちに座ってますね。で、私はなんか端っこに座って、こ,こみんなざたまたま端にたまたまで座っていて、みんなこっちにアジアの仲間が座っていると。で、最初に向こうから来た質問というのがですね、なんで、えー、君たちの国の中には、ロシアに対する経済制裁に参加しない国があるのかと。 こんな、ね、こう大事な法の支配とか民主主義とか人権とかがかかっている、こんな重大な戦争でロシアの味方をするのかと、どうして君たちはその制裁に参加しないのかという質問だったんですよ。もうその後のアジアのこの仲間たちの反論っぷりのすごいことったらすごいことったら、今、なんておっしゃいました、民主主義と権威主義の戦いっておっしゃいました。 うちあのバイデンさんがこの前開いた民主主義サビットに呼ばれてない国なんですけどそういう時に呼ばないでおいてここでは民主主義だから制裁しろって言うんですかとかですね、えー、あるいはあ権威主義、民主主義私たちの国がロシアあるいはその権威主義と言われている中国とどんだけ貿易量があるって分かってんですか経済制裁したらうちの国どうなるか知ってんですかそれ知ってて今の質問したんですか馬鹿にしないでくださいてい感じなんですよねもうみんな全員揃ってそんな感じなんですよ。 で NATO の方もタジタジになっちゃって、えー、なんか民主主義っていいって言ってもらえるから、みんなで頑張りましょうとかいう会議のはずで30分で終わるはずだったのにと思って、時計を見たらもう1時間半みたいな、そういう感じなんですよ、しまいにはですね、えー、そこになんか日本から来てる人いるよねって、日本も G7 の一員だよねって、NATO、この前、総理大臣来てたよねみたいな、日本はどうなのこのちょっと他の国と違うんじゃないのぐらい、やでも、私の国は確かにそっちけど、私はこっちなんだけどみたいな。 そういう,こう体験をしていていやもうその時にもうこれは、まあ、ブリュッセルについて2日目ぐらいの会議だったんですけどすごいこのアジアの熱量としかもこの中立を絶対に保ってやるぞという熱量はもう自分たちの国を平和で維持するためにこれしかないと国をかけてそうしてるなというのがすごくよく分かりました。そ、まあ、その会議はそれで終わっ んですけど、まあ、こんな感じでヨーロッパ EU 議会も見たりとかしてですねでこんな感じでここで写ってるのはこの一番前の人がインドネシアだったかなインドネシアタイそして私で。 えー、シンガポールでオーストラリア、まあ、オーストラリアの人もいたんですけども、もいう感じで回ってで、ドイツ、ブラウンデンブルグ門ですけど、行って、でドイツの政府のところに行きました。これ、ドイツの外務省の1階ですね。でこれはドイツのシュルツ大統領じゃなくて、シュルツは大統領と言わないね、あのー、なんていうんだ、チャンセラー,あー、ちょっと日本語出てこないけど、ドイツのチャンセラーの。 おシュルツさんのお外交担当補佐官、外交ってトップの人ですね、アメリカでいうとサリバンさんに当たる人なんですけどお、この真っ正面の人です。で、えーまあ、彼と議論をして、どういうふうにドイツはあ方針を取ったらいいのかねみたいな話をもさせてもらいましたし、これはドイツ議会の中の写真ですね。で、このドイツ議会訪問した時も、お防衛副大臣にも話をさせてもらいましたし、ドイツのですね。それからあドイツは この私が属している FES というフリードリヒ・ヘーベルト財団というその政党好きのシンクタンクなのでは社民党なんですね、まあ、緑の党とか全部がそういう政党を持っていて、で私は緑の党とのお付き合いもあるし、あのメルケルの政党である CDU の, CD の, CD のアデナワ財団というんですけど、そこもまあ全部回ったりしてますが、まあ。客員研究的なことをやらせてていいいただいているのは 今の政権与党の社民党の団体なんですね。なので、まあ、あの向こうで会いやすいのも当然、まあ、社民党なんで、まあ、政権与党なのであのそう出てくる人たちはみんな大臣級なわけですね与党だから。で、えーまあ、この写真に写ってるのはあ防衛副大臣の下ですけどもお、まあ、同じような場面でですね、えー まあその与党の中で防衛政策について一番まあ権限を持っている人という人と面談をさせてもらったときに、まあ、こっちら、アジアの11人がいますよね、まあ、1人帰って10人だったかな、10人で、まあ、ドイツの人たちがバーっと議会の人が並んでいて、えーまあ、その時の質問で,です、ね、日本に聞きたいって言われた質問があったんですよ、日本から来たあなたに聞きたいというふうに言われた、何ですかというふうに私が答えたら、日本では中国に対する経済制裁について、今、どのように考え、準備をしているのかと。 ドイツもそういうところまで考えなくちゃいけないのかあ同じ価値観を持ち西側の国で G7 のメンバーでもある日本に対して、えー、私は質問したいんだけれども日本ではどのように中国に対する経済戦争が考えられているかについて教えてくれないかっていうそういう質問だったんですよ。もまあ、私の英語力にも問題があるのかもしれないけどァンクションのんちゃいなって思うわけですよ。 中国に経済制裁をするかどうかについて、自民党の一番の右側の人だって誰も話してないですよ。だって中国に経済制裁なんかしたら、先に干上がるのは日本ですもん。で、私がそうやって言ったんですよ。いやいやいや、ちょっとお言葉ですけどねと、誰もそんな話してないし、少なくとも私は聞いたことはないけど、結構確信を持って、誰もそんな話真面目にしてないと思いますみたいなことを言ったんですね。そうしたら彼が、だって日本は派兵するかどうかって話をして、軍事力増強してんだろうと。 もう国連憲章見たことあるかと、武力派兵する前に先に検討するのは経済制裁なのに、なんでその順番が逆なんだっていうわけですよ。 いやその通りなんですよでも私はその時はなんかめちゃめちゃこうこの人何も分かってないわと思っていやいやだからね経済制裁なんかしたら日本が先に潰れるんですよみたいなそんなねミサイル一発飛ぶよりももっともしかしたら日本が破壊するされるかもしれないような経済制裁なんて考えるわけないじゃないですかみたいなことをうわーって言い返したんですねでそしたらすごいこうアジアの中間みんなこうそれに乗ってきてくれて真隣に座ってた韓国の女性ももう韓国も全く同じです韓国もあの同じように今西側諸国と思われてるかもしれませんけど私たちも中国に対する経済制裁全く考えてませんとか言ってでもみんなわーって言っていて で,、えー、で後で、まあ、この会が終わってですねバスに乗ったらみんな「いやすごい!」とか言われてですねすごい喜ばれてあんなにドイツに対して日本が言ってくれたのがすごい嬉しいとか言ってくれてすごい褒められたんですね。でその後、まあ、ホテルに戻って 経済中国とか日本語で引いてみるわけですよ出てこないわけですよねで出てこない出てこない出てこないやっぱ誰も言ってないよねと思ったんですけどでその後ですねそのまだその旅行は続くのでそのアレンジをしてくれた中国ドイツ人の,その担当者の人まあ、すごくもちろん知識が深い人なんですけれどそういう分野に最後になんだんになって、ね、向きになって考えたのさとあの反論したのさだんだん。 こう冷静な場でめっちゃムキになって答えたよねって、いやだってあまりにも馬鹿げてない、中国に対する経済制裁って,って、いやだけどさ、だって日本はどうしてじゃあね、こう軍隊を送るって話の方を先にしてんのって、それこそが間違ってるんの、最後、怒るのは相手が違うよって言われてあ、そうだよねと、経済制裁の議論もまともにできない日本が、中国相手に台湾有事になったら派兵しますとか、麻生さんはこの夏に言いましたけど、台湾まで行って、そのことの方が根本的に間違ってるわけですよ。 でまあ、こんな遠くまで,でもお金を出してもらいましたけど、こうドイツまで行って、やっとそのことに気づいたっていう、なんていうバカなんだろうとも思いましたし、その言われたときは、まあ、別にかっとはなりませんけど、なんだこのドイツ人の原因は、何も分かってないな、アジアのことがって言って、わーって生かしたのに分かってないのはむしろ私の方だなと、お日本が軍事力について、中国に対してどうする、こうする、議論するんだったらです、ね、戦争になる前に経済制裁っていうのは来るわけですよで、戦争したら最後、経済制裁なんてはやらなくたって、そのまま経済的には止まるわけですよね。 ということでそうなったときに、じゃあ自分たちの身の回りのものが何が1ヶ月後に残るのか、食べ物はいつまで今の通りのものが食べられるのか、生活のクオリティはどこまでできるのか、そんなことの議論も一切しないで、ただただただ軍事力の派兵がどうのこうのみたいな議論をしているのは、まあ、ちゃんちゃらおかしいということですよ、リアリティ化する。どっちがお花畑だっていう話になるわけですよね。まあ、そんなことをこのドイツでは経験をさせてもらいました。で、その後ですね。 えまあその仲間たち、えー、を FES というそのドイツ社民党のシンクタンクはです、ね、えー、時に触れ、いろんな形で集めてくれましてです、ね、バンコクに行ったとバンコクでも国際会議を去年開いてくれてです、ね、まあ、新しいメンバーもいたり、来れなくなった前のメンバーが何人かかけてたりしながら、あこういう感じでアジアをどういうふうに平和にしていくのかというようなことの議論というものをまあやったりもしました。 でこれは私のテーブルのチームで全部全部でどうだったかな ?50 人ぐらい呼ばれてたかなと思うんですけどモンゴルとかからも来てましたしこの時はこうブータンとかネパールとかもいたんじゃないか,かなあなんですけれどもこれが私のチームで左からシンガポール人フィリピン人タイ人ネパール人私モンゴル人ですかねまあでもこうしてみると誰が日本人で誰が日本人じゃないのか分からないぐらいみんな顔が似てるということでしかしこれ画期的でですよドイツの税金を使う ドイツの人たちのアレンジでどうやってアジが仲良くやるかということをバンコクで話しているんだから、このドイツの外交力のすごさですよ、もうこれも後で紹介しますもう圧倒的にすごい、もう圧巻です、ドイツの外交力というのは。というふうに思います、まあ、こんなだあのバ,ンバンコクの夜景で、これは左側がああ世界で一番中国にシンパシーを持っている国と呼ばれている、なんだ、あパキスタン、えー、右があーブータンかな、です。 というようなことで、私のこのところの説明は終わったのかな、うんそうですね、まあ、そういうことがあって、肌感覚で知るのと,ところをまあ映像とともにご説明をしたんですけれども、おまあ、そんなことをです、ねまあ、2018年か、その少し前ぐらいから、すごいな、このグローバル・サウスの人たちの米中のどちらの側にもつかないという信念はと。 ということをですね、まあ、痛感しながらまあそれをずっと言い始めていたらですね、えー、何のことはない岸田さんもなんか私の本を読んだのか絶対読んでないと思いますけどあのいきなりグローバルサウスグローバルサウス言い出しましてですね、えー、去年広島サミットがありましたその時にグローバルサウスさん非常に大事で、えー、まあその人たちの代表を呼ばなきゃいけないねということで何人か呼ぶようになりましたし。 いいまあ、昨年、一昨年ぐらいからはですね、えー、アメリカのシンクタンクの専門家、CSIS というのはアーミテージ内報告書というさっきの日本に出したらこう3年ぐらいで全部その政策が実現されるんじゃないかという報告書ですけれども、それを出しているところですけれども、そこの専門家とかに聞いても、ですね、えー、まあ残念ながら東南アジアってのはこの5年間ぐらいはまあアメリカも中国も同じように見ているよねとういうようなことをまあ言って、お CSIS までここが来たかというふうにまあ私は思ったわけですけど。 あのそしてついこの前、2月にです、ね、ワシントンに行ったときに、国務省の職員と話を組、国務省の中で、まあ、お二人の対、はい、中央政策を担っている人たちでしたけども、話をしたときに、まあ、すでにグローバル・サウスというのはあ、米中を同等に見ているから、私たちは非常に丁寧にグローバル・サウスに接していかなくちゃいけないということをおっしゃっていまして、えーまあ、数の力もあるし、信念もあるしですね。 あと、ですねさっきちらっとちょっと申し上げなかったんですけど、NATO で私の横に座ってたこの人たちが、ですねなんであんなに自信を持ってそれだけ反発できるのか、先進国が並,並んでいるその NATO の前でというと、ですねもう今はですねもう経済力が彼らはもう少し頑張れば、自分たちの力全部合わせれば、ですねこの目の前の G7 みたいな国々を上回る日が近いという、そういう自信にあふれてるからなんですよね。その経済力が伸びてきていてきい ここで戦争なんかされたら、それがまた地面に戻ってしまうから、絶対維持しなきゃいけないし、頑張れば彼らをもう超えるからねという、その自信に裏打ちされている、その強さだというふうに私は理解をしていますでまあそんな中で,です、ね、一生懸命日本はですねフィリピンをこちら側に刈り取ろうとして、アメリカと日本で、この前の4月にアメリカに岸田さんが行った時にですねアメリカとフィリピンと日本の三角のサミットをやって、 えー、フィリピンを、まあ、3カ国軍事同盟、準同盟みたいな形にして、これからあ南シナ海でも自衛隊が演習をするんだみたいな話っていうのを、まあ、決めたりしたわけなんですけれども、じゃあ、今まで仲良くですね、そ ASEAN の,アアの国々っていうのは、中小国が集まって、えー、10カ国で集まって、どっちの側にもつかないぞっていうふうに叫び続けてた国々が今、どういうふうにそのフィリピンを見ているかというと、基本的にはそういうことされると困るんだよね、フィリピンというふうに、苦々しく思っています。 なんですけどじゃあフィリピンは完全にアメリカの側に来ているのかというと全くそんなことはなくてですね、えー、例えばそのフィリピンがアメリカと一定軍事関係を、まあ、大統領がドゥテルテさんからマルコさんに変わったというの大きい転機だったんですけれども方向をアメリカ寄りに変えた時にですね必ずこれは守ってくれなきゃ困るということを口酸っぱくしてワシントンで何度も言ってたことというのがマルコさんが言っても言うし外務大臣が言っても言ったことは台湾有事の時にうちにあるう土地を使ってうちの土地を使って台湾を 台湾友人対象はしないでくれとこういうことを明確に言ってるわけですよね。日本ではまあ事前協議という制度についてご存知の方もいるかもしれませんけれども、まあ、当然のようにです、ね、台湾有事になったら日本にある米軍基地から破壊をされるわけですね。もしアメリカ軍が参戦するならですけれども、で日本政府、それに多分ノーと言えないだろうというふうに、まあ、言わなきゃいけないというのを私は言ってるんですが、言えないだろうという読みを皆さんするわけです。もうそれはもうフィリピンは前もってくさび打っとくわけですよ。絶対だめだよと。台湾有事のときにそんなことしたら、うちが責められちゃうじゃないのと。 まあいうような反撃でですね、中国から。ということで、まあ、そういうこと、くさびも打ちつつ、そして、基軸はもちろん当然ながら ASEAN の中心性ということでア、ASEAN アの一員であるということを、まあ、自分のアイデンティティの中には確固として持っている中で、えー、まあ今の大統領の性質からまあそういったことにもなっているし、まあ、アメリカと日本がいろんなものを提供する、日本もたくさん提供してますよね、いうようなことで、そういうまあ切り崩しを図っているとういうことになりますちょっと時間がないののでその他は省きます。 でこれはさっき見ていただいたのでよくってバンコクもそうですねそれで。 えー、じゃあ、外交をどういうふうにしていったらいいんだろうかと、中国とアメリカのどっちの側にもつかないと、戦争になってもらっても困ると、とにかく緊張関係を緩和していかなければ、日本に平和はやってこないぞというふうになった時に、どんな外交をやるのかということについて、いろいろ講演依頼をいただいたりしながら、私なりにいろんな話をしてきたんですけど、これだよというふうにもう痛感した経験というのが、この4月にありました。あー制度化とといいうところに入っていきます でまあ、この後は実践に含めて、まあ、おしまいになっていくんですけど今日のプレゼンテーションがあ制度化ということはどういうことなのか今ワシントンで大流行りですこの半年ぐらい大流行り英語でインスティチューショナリゼーションというふうに言います。インンスティチューションというのが制度でそれを 何とかするでインシュティショナライズ、ライズで何とかするですよね、英語でインシュティショナライズ、それを名詞にしてインシュティショナライゼーションとめちゃくちゃ言いにくいんですけど、そのインシュティショナライゼーションというのがめちゃくちゃ流行っています。で、そのさっき言ったようなそのミニラテラな同盟が多数形成されて、それをトランプさんになったら崩されないように、もうかっちりしたものとして制度として毎年必ず首脳会談を行うよとか、あこのこう国務省の中のこの部署っていうのはそれだけをやる担当の人で5人お置いたから、この人たちはずっとこれをしっかりやるからねというふうに制度に。 外交してていいいくということをやっているんですよね。でまあ、そういう背景がある中で、えーまあ、最初に私が制度化って大事だなというふうに思ったのは元サンダースの外交担当補佐官のマッツ・ダス松田さんという人がいるんですが今はあのサンダースの補佐官をです、ねまあ、辞めて、えー、民間のシンクタンクにいるんですけれども。 はるか昔に枝野さんの外交をその訪米を私が担当させていただいた枝野幸男さんですねあの民主党立憲民主党の元代表のお断層させていただいたときに枝野さんのご希望がアメリカでサンダースさんに会いたいというご希望が一ついくつかのご希望のうちにあったので、まあ、そのときに連絡をしてそこで知り合って、まあ、もう彼れこれ67年の付き合いになるんですけれども、まあ、そのときにです、ね、マッツが言ってたのが あ日本のこういったリーダーがこうサンダースさんのところに会いに来てくれるのはとても嬉しいとなぜかというとですねアジアとアメリカの市民社会にはつながりがほとんどないんだとアメリカとーヨーロッパっていうのはあ、まあ、サンダースさんっていうのはアメリカの中では、まあ、今でこそそんなでもないですが当時はもうとても左の日本でいうと共産党みたいな扱いをされているようなあ人で、えー、でもですね僕らだって強いパイプがヨーロッパの各国とはあるんだよと。 でもアジアはですねその時も中国というのは結構主要なテーマになり始めていたのに、全然市民団体とのつながりがないんですよということを言うんですね。それはすごい大事だというのを、まあ、当時から言われていてで、この2月に私がワシントンに行った時に、講演をやらせてもらったんですよね。でその講演にマッツーはなんと聞きに来てくれる、この人すごい人なんですよ、本当は。本当はっていうか、まあ、ただですね、この一番右側に映って私の、私がいますけど、私の目の前に座っている人が、その大きい男性、ひげのもじゃの男性がマッツーですけど。 聞きに来てくれて、くれこれ、私がちっちゃいワークショップでこう今の日本の情勢を話す会をやったときに来てくれた、まあ、その場面の写真なんですが、あ私がまあこの制度化っていうのは今、ワシントンで流行ってるけど、これが本当に必要で外交していかなきゃいけないんだよねっていうことを言ったら、ですね、まあ、マッツも質問してくれて、質問というか、意見を言ってくれて、いや、もう今のその作用の言ったね、その制度化っていうのはものすごく大事なんだよと。市民社会が全然バラバララで。 まあ同じ気持ちを持ってる人がたくさんの国に散らばっているんだけれども、それが全然組織化されてなくて、つながりもなくて、こんにちはして一回会うかもしれないけど、その次の年に会うわけでもない、それをかたやアメリカ政府っていうのは、あたくさんのお金をつぎ込んで、いくつものオークスだとかクワッドだとか米韓日とかですね、作って、ですねそれを制度化しているんだと、僕たちもそれをやらなきゃ対抗できないんだっていうようなことを言ったんですね。で、私はなるほど、そうだなと、本当に市民社会を制度化していくってことのもすごく大事だなというのは、そのマッツから教えてもらってですね。 まあいたわけで,すでそうこうしているうちに4月、なん,ことはなんてことはない、こんな話をしているのを聞いたら、読んだ人はとてもなんか後でこんな人呼ばなきゃよかったと思うでしょうけど、アメリカ政府に私は呼ばれまして、ですねあの、韓国と日本とアメリカを研修で回るという貴重な貴重な機会を得ました。で、これはアメリカの国務省からお金が出ていて、い でアメリカ大使館ソウルにあるアメリカ大使館が企画をしていて、えー、思い出していただくと去年の8月にキャンプ・デイビッドというところで,です、ね、アメリカと韓国と日本の3人のトップがです、ね、リーダーが集まって首脳会談をやり3か国でこれから連携をしていきましょうとそういうことを決めたんですよね。 でまあ、その一環でですね、えー、国が仲良くするだけではなくって、えー、まあこれがアメリカのすごいところなんですけどまあドイツもすごいんだけどおアメリカのすごいところで、えー、ちゃんとおいろんなレベルでのつながりっていうのを作っていかなきゃいけないってことで早速組織をしてですね三カ国の安全保障の専門家しかもウーマン女性を 女性のエンパワーメント、女性を力づけていく、女性の地位向上のための、まあ、アジェンダというのも、3国で決めているので、そのために女性の安全保障研究者を各国5人ずつぐらい集めて、それで各国を回りましょうと、それで、えー、在,米在韓米軍基地を見たりだとか、各3カ国の防衛省や外務省や大使館を回って、えー、議論しましょうと、でえーまあ、それを全部見せてもらったわけですね、でこれを全部説明していると時間がないので、まあ、こんな感じで,です、ね、韓国の方とアメリカの方と日本の方と回って、この真ん中にいるのは、 あ在韓米軍ののトップの司令官ですねもうアメリカの方から出てくる対応者はもう全部トップでしたね。アメリカの大使館もトップが韓国に出てきましたし、いまあ、もちろんあのアメリカの中で国務省で国務長官が出てきたりはしませんけど、各部署の相当上の人が全部対応してくれました。で、まあ、本当はですね、こんな感じでキャンプ・ハンフリーズという基地の中の状況もご説明したかったんですけど、時間がないので、まあ、あの基地をだいぶ見せてもらいました、えー。で、いろんなセミナーも中でやってですね、これはアメリカ 大使館ソウルにあるアメリカ大使館があ、まあ、今日は3つの国から専門家が安全保障の点で来ているので、えー、若者と交流してみましょうとかで学生との交流というのもあってです、ねえー、この司会している人がこう右側のスライドしながら。 3カ、えー、国のおお国で、えー、あなたがあとこ,のこれからの5年以内で、えー、どんなことが起きるといいなというふうに思いますかとかですね、まあ、今どこでもそうなんですね、このバンコクでもそうだしどこ、ドイツに行った時もそうですけど、みんな自分のスマホで自分の考えを打つと、それがポワンポワンポワンポーンと、なんかこんなふうに文字が出てくるって、そんなこうワークショップのやり方をやるんですけど、まあ、そんなことをやってですね、3、え、カ、ー、国でどんなことができるといいですかんなあのとか、そういうのをやるわけです。この質問を what, what would you use to デスライブだからあの、3カ国の協力、日米韓の協力を考えたときに、あなたはどんな単語を思い浮かびますかみたいな、そういう質問でみんな出していくという、もう3カ国連携ありきなんですね。で、3カ国の連携はいかに素晴らしいかということを2週間聞き続けて、聞き続けて、聞き続けるわけです。で、当然ながら3カ国から来ているメンバー、みんな仲良くなるわけです。3カ国のご飯も全部一緒に食べます買い物も一緒に行きます。 朝もみんな一緒に起きてバスに乗るわけですからで行く先々でいろんなこうすごいこうなかなか入れない基地を見せてもらえたりだとかあなかなかこう話が普段だったらできない偉いアメリカ政府の高官とかと話ができるので、まあ、そのこと自体にも舞い上がってこうなんか自分が特別な地位にいるんじゃないかなって気持ちになったりしながらあ素晴らしい三角の関係はとかなっていくわけですよね、えーまあ、別に私はそうはならなかったがしかしやっぱりこういうものをしっかり見せられてですねすごく思ったのは まああのアメリカ政府がですね、ここまでやるんだというところをもう実感しましたよね。あのまあ、私みたいなものが呼ばれたのは別に偶然じゃなくてこういう考え方が異なる人も招いてやろうと思って招いたんだろうと思います。で えー、しかもですね、その外交をしていく中で、隅から隅まで基地のこう演習場まで見せてくれて、ですねでしかもアメリカのトップまでだ、コマンダーまで出すけど、コマンダーと意見の交換する機会もくれて、ですよなかなか在韓米軍司令官と対話できないですよね、えー、そういう機会ももらえて、ですねでアメリカの国防総省も国務省もですね、えーまあ、今やってる政策を言ういふいうのは意見交換をしてということで、本当にここにお金をもう使ってで、話の中で出てくるのは、三角国連 はいか彼らの目標はね、そので米韓中が仲良くなって、中国をいかに抑止できるかということなので、その考え方の先は、ですね私と考え方が180度違うんだけれども、しかしアメリカと日本と韓国が仲良くなること自体には別に私も文句はなくそれは仲良くした方がいいわけですよ。いうことで、まあそのこと自体はそうだなと。そしてこの3か国が仲良くなるために、例えばこういうですね馬の骨か分からんような有識者も含めて、です呼んで、えー、3か国を全部お金を出してくれて、回してくれてで、隅々をね、 見せててくれてですねその過程で知ったことには、ですね小学校の先生の参加国連携をしてみましょうとか、ですね若い人たちの参加国連携をしましょうって、今度どこだったか忘れちゃったけど、おどっかで日本のどっかで3カ国の人たちが集まるで、先日、Zoom の第1回目が開かれたんですみたいな話でもう隅々まで種まきしてるんですよ。というので、私は本当に外交の本気さっていうのは、こういうところにあるんだなということを学んで、本気の外交、アメリカがやるときにはここまでやるんだっいうことをまあ学ぶとてもいい経験。 になりました。それで、えー、もうあのお尻が見えてきてしまっているので、えーまあ、外交とはどういうことをやるのかで、まあ、そういうことを考えている時にですねほんじゃあ,まあ私がこうやってこういうことに呼んでいただいた。 あ日米韓のキャンプ・デービッドっていうのは、こう私が呼ばれるようなことまで決まってんだったら、他に何が決まったんだろうなと思ったんですよ。で世の中では、ですねその日米韓の制度化っていうの、まあ、制度化、インスチティューショナライゼーションですよお、何が決まったか、毎年首脳会談をやりましょう。 それから日米韓で軍事演習を毎年やりましょうということが決まったっていうのは基本的には報道の、まあ、主たるところだったと思うんですで。韓国と日本が歴史問題でずっと喧嘩をしていたけれども保守政権が韓国で生まれて日本で仲良く日本と仲良くなんとかなったみたいなのでついに3カ国で中国に対峙できますねということで米,と米を挟んで日と韓という,こうお父さんのアメリカ弟お兄さんが喧嘩をしていたところが仲良くなってなんとか一緒にやれるようになったねというような新時代の幕開けとか言ってバン,バン 飾ったんですすよねあの一面を飾ったんですこの日には、ね、でまあそれを見て私もこんな風に連携したらあっという間にまた北朝鮮とかくっつくんじゃないのという風に思ったら案の定その3週間後の9月にはあープーチンさんがあ極東ロシアに行って金正恩さんと会ってですね、えー、軍事的に協力をしましょうということを誓ってですねこのこと自体が全然いいことにつながらなかったというのは私の中ではそれもまた割と確信を持っているんですけれどもしかしねこの決まったことだけを見るとすごいんですよ。 何が決まったのか、報道されてないことも本当にたくさん決まってるんですね。えーまあ、年次か首脳会談を行うということを年に1回行うことが決まった。 外務・防衛省も、まあ、これ、日本でいうと経産省の大臣がまた少なくとも年1回集まることも決まったし、NSC の長官が会うことも決まった、財務大臣も会うことをしていると、で東南アジアの国々の支援をしたり、太平洋諸国への支援にもして、一緒に三加国でやっていきましょうということが決まった、三加国で軍事演習をやるということは、さっきご紹介したとおり、それから弾道ミサイルの防衛協力も、まあ、軍事協力やっていきましょう、北朝鮮のサイバー活動についてやっていきましょう、情報共有していきましょう、海上組織訓練やっていきます、海上対処やっていきましょう、海賊対処やっていきましょう。 このぐらいまではですね何となく分かるかなとそれにとどまらないんですよね。 東南アジアという国々の ASEAN のアアというリージョナルフォーラムの地域連合を強化するための力というのも三国で尽くしていきましょう。それから開発の援助基金の銀行制度ですね、日本でいうと国際協力銀行というものの連携というのも作っていきましょう。海洋の安全保障についても協力していきましょう。人道支援についても協力していきましょう。しまいにはです、ね、女性の活躍推進についても協力していきましょう。私呼ばれました。サプライチェーンの警戒システムについてもやっていきましょう。 国立研究所ですよ、国立研究所、理系の国立研究所を参加国で充実させるために協力をしていきましょう、あるいは技術の標準化、各国でですね技術がまちまちなところ標準化していくために協力をしていきましょう、おグローバルヘイスト、草の根協力ということで、がん撲滅のために参カ,カ国で努力していきましょう、もうありとあらゆる分野で参加国が連携していくということを決めて、ですねそしてアメリカの省庁もあれば分かりますけど、これに対するです、ね、担当者がしっかり置かれてるんですよ。 で私たちが訪問したのはその担当者なんですね。で、今こういうことをやり始めました。こういうことが決まって、私たちのミッション、こう拡大しました。今、これを一生懸命やってます。韓国と日本と手をつないでということをやっていくわけですよね。まあ、外交の制度化っていうのは極めて重要で、えー、一回、もちろん習近平さんと岸田さんがあ、例えば国賓待遇で日本に来て会うというのは、 とてもシンボリックな意味では非常に重要だからそれはやらなくちゃいけない。なんだけれども、それで一回終わってしまってはですね、次またいつは悪くなるかわからない関係で、えー、お互い別にそれで悪くしても損もしない関係になっちゃうんですね。でも、経営経営関係を制度化することによって、制、えー、度がですね継続して定例化するものになるし、担当事務局が置かれて、日々日々電話をしたりですがか、メールを交換したり、日常的な顔が見える関係になっていくと、自動的に情報開示が進んでいきますし、何かあったときについさっきまで電話してたら、そういえばなんかあ竹島 周辺でまたたレーダーダが韓国からあっ,たようだってなんだかもう一回電話かけてみるかねと、レーダー照射で、つって電話かけられるようになるわけですよ。で、聞き対応もすぐできるようになるんです。で、それでこうお互いの国がとっても密接になっていくと、今度戦争してしまうとですね、まあ、日韓米で戦争になるとは思わないけれども、まあ、中国の間でもこういう緊密な関係ができればですね、お互い戦争することで失うものが大きくなりすぎて、戦争ができなくなるんですよね。いうことで、これかと、おまあ、アメリカがやってるのは中国とじゃないん、ね、で、これを中国とやらなきゃいけないんだなということ をま痛烈に感じたというのは、このまあ、アメリカ政府に呼んでもらったことの、私のおおま1、あ、つだけ総括を挙げるとそういうことになります。なので、私たちこう日本政府に対して外交を求める立場の人からするとですね。何をするかというと、日本政府に対して、ちゃんと中国に対して外交を制度化した形でやりなさいということを言っていかな。くちゃいけないえー。2週間前3週間前に日中韓の。 おー首脳会談が、まあ、一応、まあ、習近平さんではなかったけれども、まあ、やって、ですね一応関係を制度化していきましょうということが書いてある、まあ、ただでも日中韓のその共同声明と日韓米のさっき言ったカンプ・デービッドの声明を比べたら分かるけれども、トーンが全然違います。それを見ていただくと、こ,うこのトーンまで中国上げられればどれだけ良くなるかというようなことをですね、まあ、政府に私たちは求めていかなくちゃいけないし、また別に外交はあの顔が見える関係にしなくちゃいけないの、政府に限らないので。 例えばそのドイツの FES、ドイツの FES に社民党のシンクタンクに限らず、す、え、べ、ー、ての政党が各世界でやっているように、ですね、いろんなところでの外交というものをしていくというのが、まあ、極めて重要だろうというふうに思います。圧巻の,、まあのドイツ政党外交、まあ、今、説明をしてきたドイツなんですけれども、すべ、まあ、ての政、私はすごく日本の政党、ちゃんと政党外交をやるべきだと思っているので、ワシントンにあるすべてのドイツの政党の財団を回っています。 で保守党、一番保守のそのメルケル、まあ、メルケルが保守って言っても信じられないんだけれども、まあ、メルケルは保守党の、まあ、トップなんですね、でまあ、原発なくしましたけど、その党が、まあ、いずれにしても、おまあ、メルケルの保守党のシンクタンクを回ったときに、うっと少しくないですかとお、あなたは今、その時政権与党だったんで、その CDU が。 キリスト共同盟ですねが政権与党で日本の場合は政権与党は大使館を自由自在に使ってます自民党を自由自在に使ってますとそれ以外の声というのはこのワシントンに存在しないんですたとえ日本にたくさんの人が憲法9条がすごく好きだからといってもその声を伝える人はこのこの町には一人もいないんですでもあなたの場合はかわいそうに政権与党で圧倒的に強い与党なのに近くに緑の党もあれば社民党もあれば自分と考え方が違う政党がたくさん事務所を構えていてあなたが米議会で証言してもその党 その隣で違うことを社民党の代表は言うかもしれないじゃないですか。めちゃくちゃ鬱陶しくないですかっていうふうに聞いたんですね。えー、その代表にですね。そういうふうに聞いたらその代表は、いやいやと、ドイツは民主主義の国なんだから、すべての政党を回ってこそドイツが分かってもらえるんだというわけですね。 これ私、今まで、まあんまり自己紹介を今日しなかったんですけれども、何をやってきたかというと、例えば沖縄の名護市長、稲峰進さんの訪米とか、まあ、玉城デニーさんの訪米のアレンジとかしてきてるわけですよね、何されるか、取ったアポイントメントを横からキャンセルされて外務省に奪い取られるわけですよ。いろんな声を聞いて、初めて日本の外日本の姿が分かるなんて、そんな意識は全くないですよ、日本の大使館には。 どうやって沖縄からの声がこの街に届かないようにするのかどうやって平和を求める憲法が好きなような人たちの声がワシントンの街に届かないようにするのかどれだけ今自分たちが握っている細い外交のパイプを広げないで一部だけでとどめるかってことに全ての精神を掲げている日本の外交に比べてなんてこの政権与党の保守党のトップ、まあ、この財団のトップクラスになると国会議員ほどぐらいの力の影響力のある人がワシントンの長にはなってるんですけれどもまあいう発言を聞いて。 まあ,あんまり好きな言葉じゃないですけどこの国の民度が違うよねというふうにまあ痛感をしました。 まあそういう経験があってですね、私がもうあちこち行っ,たりあの行ってる間にまあ顔なじみになって、ついに私もその一部に入れてもらって、今、客員研究をやってるんですけれども、FES という社民党の団体はですね、220か国にオフィスがあって、ここにもオフィスを置いていて、その東京の代表の人ともとても仲良くさせていただいています。で、そのオフィスが東京,か東京に FES が置いているおかげで、ドイツの社民党の議員さんが日本に定期的に来るときに、ドイツ自体が保守党が政権与党だとしても、日本の の中で会うべき人っていうのをリベラルな人にも合わせるチャンネルを持っているし、えー、あるいは。あ 定期的に来るということを、まあ、推進を野党であってもするという、日本の野党がどれだけアメリカに行っているかと、もう私の知っている限り、この1年のほとんどいないと思いますね、いうようなこともやっている。で、さっきからご紹介をしているように、なんでアジアの平和のことをドイツに頼らなきゃいけないんだという感じですけど、ドイツのおかげで東南アジアや中国とどういう会話をしていくかということの会が開い,開いてもらえていて、私が東南アジアの人や中国の人たちと仲良くなっているのは、ドイツ人のおかげというわけが分からないことが起きているわけですよ。今度も韓国に9月に呼んでいただいているのも、韓国と日本の対話なんですけれども、それもドイツ ここのシャミシャミののの団体からの出てるお金なんですよねいう意味でこう、まあ、それは戦後、民主主義がまあナチスの後で広がっていなかった時に、それを広げていこうということで、作られたまあ政党外交のシステムなんですけれども、まあ、それをこうちゃんと世界にも広げていこうという、まあ、言ってしまえば民主主義を広げる、人権を広げるということなんだけれども、その実践たるいや、ものすごいものがあるというふうに思います。 でまあ、ちなみに、ちょっと党外交で言うと、民進党、台湾で今、まあ、政権をとるこの前、ライさんが就任しましたけれども、台湾も民進党と国民党とワシントンに事務所を置いていて、民進党が今みたいにアメリカの中で受け入れられたのはひとえにという、一、ま、重、あ、には言い過ぎだけど、ワシントンの中でちゃんと民進党というのはどういう政党なのかというのを。 おまあ、この20年、ちゃんと伝えてきたからだというふうに思っているので、まあ、そういうドイツの経験や台湾の経験を踏まえても、日本の政党もワシントンに事務所を作るべきだというふうに思っています。で、まあ、こんな感じでこれワシン、これ、ドイツの FES のオフィスですねで、これはアメリカを訪問したとき、アメリカのオフィス、でこれ、タイのオフィスですね、私はあとパリとバンコクタ、タイ、バンコク、パリだけか。 今度韓国にも行ってきます。でそのおかげで,です、ね、ドイツの国会議員に講演をするという機会も Zoom で時々いただいたりもしていて、まあ、ここに映っているのはこの前 ND でも講演会をしましたけども、定期的に日本を訪れてくれている非常にあのドイツの社民党の中でも平和主義者であるムツヒンさんという日本でいうと地位で言えば2階さんぐらい上の人ですけれども非常に親しくさせていただいています。 でまあ、そういうまあ真似をしながらです、ね、まあ、その一部にも入りながら、の ND の方でもこういったことを実践をしていかなくちゃいけないというふうに思っていて、日本の外交システムにおいては、もう台,台湾有事になれば戦う覚悟だと、いざとなったら台湾防衛のために日本は戦うんだみたいな人しか、アメリカに声を運んでいないわけですよね。でも日本の世論は台湾派兵に反対だということで、まあ、これ、2022年の世論調査しかグラフになってなかったので、使ってませんけど、今年もっと下がってます、去年か、2023年。 自衛隊をアメリカ軍と一緒に中国軍と戦うんだというようなことを支持している日本人では本当に少ないです。もう1割ちょっととかそういう数字ですね。えー、でも麻生さんは戦う覚悟がいざとなったら台湾防衛のために防衛力を使うという明確な意思を相手に伝えることが抑くしのくになると。 まあそういうことを言われると、ですねアメリカでロビングとかしたりしているとお、だってあなたそういうふうに言うけど、麻生さんはあそうやって言ってないじゃないか、めちゃくちゃ鬱陶しいんですけれども、まあ、そういう,こう発言に、いやいや、それは日本国民の声じゃないですからということを伝えていかなきゃいけないということで、声を伝え、まあ、辺野古の基地に反対しますという,ようなことの声を伝えたりすると、ですね、えー、素晴らしいねとお、どうして日本政府は国民の声を聞かないのかって、なんとホワイトハウスの高官から言われちゃうみたいな、まあ、そういう経験というのも少なくはありません。 でまあ関係を制度化していくということがとても大事なので、えー、先ほど来申し上げているように、プログレッシブな議員さんたちとつながって、ですねこれ、プログレッシブ議員連盟ね、ね多いでしょ、えー、アメリカの民主党会員で半分を、まあ、ほぼ半分まで行っているリベラルな人たちなんですが、その人たちと一緒にですね、えー、共同書簡というものを、日本にもプログレッシブ議員連盟を作ってもらって、えー、出してみたりとか、ですねもうじき台湾有事で外交を回避せよという、まあ、書簡を今、出すべく、日々やり取りをしていますけれども、まあ、こんな感じで。 まあこの左側の人がプログレッシブ銀員連盟の外交担当でむちゃくちゃに優秀な議員という人なんですけれどもあの、アメリカ補佐官、議会でトップ補佐官20に入っている人なんですが、まあ、とを常にやり取りをさせてもらっています。あとはクインシー研究所というです、ねえー、海外派兵アメリカがしすぎているんじゃないかという意見を持っているシンクタンクが2018年かな、かなんかにでき最近できたので、そこと一緒に研究会をやってみたりとか、さっきのマッツ、マシューダスというですね、 マツダス元サンダースの補佐官ですねと一緒に研究会を定期的に Zoom で始めてみたりということで、えー、市民社会の声の制度化というものを日々、日々今取り組んでいるという形になっています。でもちろん中国と一緒にやらなきゃもう話にならないので、中国の人たちも招いて、オルタナティブクアッド、政府のやってるクアッドじゃないよ、オルタナティブなクアッドだよ。 ということで、日中韓米の研究会というのを年、ね、1回開催をしたりとか、ですね、まあ、それ以外にも中国の方を招いての研究会をやったりとか、まあ、これは韓国の国会議員と日本の国会議員と混ざって、えーまあ、研究会に出ていただいた時ですけれども、みんなでこうハートのマークを手でやってますが、こういう国会議員同士の交流を、まあ、日米でもずっとやってますけれども、日韓でも今やっているというところです。 でまあ、中国との制度化というのも非常に重要なので、まあ、研究会を他にもやってみたりだとか、まあ、私はあと2週間後に中国に10日間ぐらい、えー、行ってこようというふうに思っていますので、まあ、まあ中国の人たちと意見交換が十分できたらとてもありがたいなというふうに思っています、まあ、そんな感じで,です、ね、もう時間なのでこれがまあ最後のスライドでおしまいなんですけれども、まあ、対立緩和というのがまあ日本の利益であるということからすると、まあ、私は 提言していることをですねまあなんて偏った考えなんだろうというふうにまあ思う人も世の中にはいるんでしょうが一応それなりに肌感覚でこの15年間動いてきた国際感覚の中で、えー、自分が肌に感じてそう思った確信に基づいて一応提言はしているつもりなので、えーまあ、話は戻りますけれどももしですね、まあ、ND が出している提言書なんかにいいねというふうに思うことがあればですね、えーまあ、説得的になるのであれば今日私がお話をしたようなストーリーも使いつつ周りの方にお披露目いただけたらありがたいかなというふうに うふうに思っています。えー、すいません、もともと長くなるの承知の上だったんですが長くなっちゃいました。あ、これで一回私の話をおしまいにしたいというふうに思います。ありがとうございました。で、N. D. は外交を切り開くというのを、あのスローガンに掲げているんですけれども。この今の日本のこの閉塞感のある状況の。 中で外交を切り開いてこれだけ10年15年になりますかねやってきてその広い外交というまあ海でなんかもう水を得た魚のように <laughs> すごくノリノリで今日は話してもらってとてもいい時間だったと思って止めませんでしたがその関係でえと今日ここ45分までに終えなきゃいけないんですが質問皆さんからたくさんありがたいことにいただいて。 おりまして、えっと事前の質問もあの今いただいた質問も全てちょっと目を通してもらって、えー、この残りの時間でちょっと、えー、質問に答えてもらえ,えればと思っておりますが、えー、大丈夫ですかね？はい、えー、普段ねこういう話する機会ないんですよ。あの <laughs> すごい贅沢な体験をさせていただいているのに、いつも敵基地攻撃能力とは何かとか話さなくちゃいけなくて、それはそれでとっても大事なんですけど、時々はこういう話したくなってしまうので、ちょっと今日は。 いいいっぱい話をさせてたただきました、えー、と質問、ちょっと時間がないので、今までも早口でしたが、早口のままあ答えられる限り行きたいと思います。ワシントン拡石器の大元は日本のどなたでしょうかということなんですけど、日本政府は大量にお金出しているので日本せ、日本政府ですし、笹川財団は強烈に大きな拡石器ですし、他あ三菱重工からあー東京電力から皆さんが知っている大手企業というのはみんな CSIS なんかに寄付してますので、まあ、そういった企業。 であり、かつ、その覚醒期がいいタイミングでいいことを覚醒するために情報適切に提供しているのは日本政府の官僚であり、大使館員であり、それから訪米を時々する自民党の議員だったり、あるいはあと強烈に役割を果たしているのが日本のメディアですよね。えー、こういうときにあなたの一言が聞きたいんです。もうじき日本では、なんですかね、安保三文書が改定されますけど、あなたの意見はどうですかと、絶対賛成でいいですねという人にしかマイクを向けない、日本のメディアも大きな責任を負っているというふうに思います。 えーっとですね、長いのはちょっとごめんなさい、ちょっと読み切れないですね、ちょっとすぐに文脈が取れないものもいくつかあるんですけど、アメリカ側との接触が豊富なサルタさんの目から見て、次のことについてどのような見解をお持ちでしょうか。 1>, 1、自民党政権の外交は究極的に何を目指しているんでしょうか。2、核正義を利用する一部の国会議員には野党の政治家も入っていますか。1つ目の自民党政権の外交は究極的に何を目指しているのでしょうかというところなんですけど、今ですね、あの新外交イニシアチブ、私たちの団体では、 あもし政権交代が起きたら、いや、絶対に起きます、政権交代は。政権交代は起きるんですけれども、その時にどうやって、えーまあ、立憲民主党なり野党連合がですね、政権交代した後に外交政策を作っていくべきかという政策提言書を今作ってるんですね。で、まあ、一応、世論調査を見ると、政権交代をした方がいいという世論調査が今、まあ、本当か嘘かみんな嘘でしょって、思う人も多いかもしれないけど増えてるわけですよね。そ嘘でしょって言っちゃダメですよ。今日からはありますって言わなきゃダメですかね。都知事選勝ちます。 政権交代ありますというふうに答えなくちゃいけないという中で、えー、じゃあ、まあ、前の民主党政権が短命政権で終わったのは、外交がかなり足をすくったということがあるので、どういった政策を作っていくべきなのかということの研究をしているんですが、まあ今日ですね、まさにこういう話を、今日の午前中がその第1回の研究会だったんですけれども、おまあ、自民党政権の外交というのは、基本的にまあアメリカ一本足打法であると。 で一本足打法ということの陰にはあのさっき申し上げていたようにグローバル・サウスはついてきてないぞとかです、ね、むしろマイノリティの少数派になっているんだとかあまあそれでもつ力が強ければ一本足打法でもいいのかもしれないけど実際力が落ちてきていて、えー、それでも頑張っているもんだから対立だけが深まっていて危険な状態になっているよとか、まあ、それすべて泥船なんだけれども他の選択肢が頭に描けないもんだから、まあ、その船がどの船であったとしてもその船に乗っていかなきゃいけないという、まあ、そういう方針だよね。という。 というふうにその研究会では、まあ、あのちょっと茶化しながらですね、話をしていたという形になりますね。で核兵器を利用する一部の国会議員に野党の政治家も入ってますかということですけれどそもそも今あんまり野党の政治家があんまりアメリカに行かないのでしかもお金を使って何かをしようということもしないので。 存在がないいですね野党は外交においてであの立憲民主党自体は、まあ、共産党もそうなのかもしれないですけどあんまり具体的な外交政策というものを一つ一つしっかり打ち出していない、まあ、共産党はそんなことないのかなあというところがあってですね、まあ、立憲民主党に関して言えばあ自分が政権を取ったときに外交政策で一致できなかったところから右から左まで抱える政党ということで一つの政策を作りきれないから言わないということで意見を出せないそして自民党が出している政策だけがほぼ唯一の日本が出している。 政策となるという悪循環をまた招き、ですね、えー、そしてまたもっと出せなくなるという,こう自分で負のスパイラルを作っていると、ちゃんと出しなさいということに私は思っているからこそ、まあ、そういう政策提言書を作っているんですけれども、こういう意味で、核兵器を利用する、まあ、かつてのですね今もう自民党に行ってしまった長嶋昭久さんとか、ですね、まあ、もう核兵器の中心人物でしたけれども、ワシントンに住んでるとしょっちゅうやっていらっしゃるので、しょっちゅうお会いすることになりますが。 あまあ、でも今は野党はそもそも存在がないので外交で、えー、学生器になってすらいない,い悪い意味でもいい意味でもなってないというふうに思います、えー、それから今よりリベラルと言われる国会議員、野党議員ですらも台湾友人に備えなければということを理由に経済安保に賛成をしてしまっています彼らに目を覚まさせるためにはどうすればいいと思っていますが中国と日本の貿易、経済的な関係を示せばいいのだと分かりましたありがとうございますということなんですが、あのー、今の立憲民主党内の空気感としてはです、ね、政権交代があるぞと。 で政権交代がある場合に、こういう法案に反対をしてしまってはですねいざ政権を取ったときに、政権担当能力がないというふうに思われるんじゃないかとか、ですねいざ政権を取ったら、ですねこの前反対したじゃないかと、政権取ったんだから、直ちにそれ撤回しろよと。 いうふうに支持者に言われるんじゃないかとか、ですね、まあ、そんなことを思って、基本的に賛成の方にこうに、まあ、みんな傾いて賛成、賛成、賛成で今回の国会のまあいろんな問題法案を全部賛成で通してきて、まあ、地方自治法のだけはまあ反対してますけど、それ以外はあの防衛省の,その統合の件もそうですし、クリアリング制度の、クリアランス制度の件もそうですけれども、賛成してるんですよね。 えー、だけれど、じゃあ政権交代をしたら自民党と同じ立憲民主党が政策を抱えた政党だったら政権交代に意味があるのかと言ったらないわけで別に私たちは何も変わらない政権交代を期待しているわけじゃなくて何かが変わる政権交代を期待しているわけですからそれは問題があると思った場合にはちゃんと反対をしてもらわなくちゃいけないわけです。なんだけど逆に私たち市民の方がです、ね、しっかり分かっておくべきはじゃあ政権交代しましたと晴れてしまったという日が仮に来た場合にはですね 全部を直ちにもう変えなさいということをその1年でやれなかったらもうダメな政権だからといって支持をやめるとかそういうことはしちゃいけないんですよ。前の民主党政権の時はあまはあ、いろんなことがありましたけれども1年2年で支持者からもです、ね、党内からもですねその自分が掲げている総理大臣への支持というのを失ってですね、まあ、もろくも4年ぐらいで崩れ去っていったわけですけど民主党政権というのは、えーまあ、これは非常に参考になるのはあちっちゃなレベルというふうに皆さん思われるかもしれないけど世田谷区役所で、えー、区政を転換している保坂信斗 さんはですね、まあ保守からあ革新姿勢不正に変えたわけですけれども年5%だと5%だけ変化をさせるんだとそれでいいんだとその代わりそれを継続をしていけばですね10年経つと福利計算も入れて7割ぐらい変わるんだそうです。 なので、6、7割が50年で変わる長期政権を目指しつつ、そして長期政権になったらこういうことがしたいなという展望を見せつつ、ですね、今年変えるのは5%でいいんだということをこうおっしゃっておられて、まさにそういうことだなというふうに思っています。えー、1分経過しているので、最後1問ぐらいにしましょうか。えー、っとうーんそうですね。 えー、成果は何かありましたか10年活動してきて注力はしていたけど達成ができなかったことか2を達成するために何が必要と感じていますか。 えー、成果はいろんなところとつながれてです、ね、こういう感じでパイプを作ることができたことそれから、まあ、変な話で10年前の私だったらこんな講演会を開いてもこんなにたくさんの人には来ていただかなかったかなと思うんですが一定、まあ、やっていることを皆さんに評価をしていただいて、まあ、評価していただくかどうかは別にどっちでもいいんですけれどももう意味があるというふうに一定思っていただいてそれをまあ広める運動の一つのまあ役に立つものだというふうに思っていただけているんだとするとそれは大きな成果かなというふうに思います。注力ははしししていたししていいたたるけれども達成できなかったことは もう圧倒的にですね彼らの制度化にあるものお金なんですよね。で、こっちの制度化に決定的にかけてるのはお金なんですよ。もしかすると人数はこっちの方が多いかもしれない。世界レベルで言ってもこっちの方がもうひょっとしたら4分の3ぐらい私の味方なんですよ。風はこっちに吹いてるんです。グローバルサウスはこっちの味方ですから。なんだけどお金がないんですよね。 そうすると向こうでは制度化ががっちりできていて向こうの声だけが日本のメディアで流されてそこが変えられないという意味でまあなかなかこうお金がこっちにすぐに来てくださいというのは難しいんだけれどもやっぱり政権交代をすることで,ですねいい政権さえ作れれば防衛省外務省をうまくですねあの反発する形でなくてうまい形で5%ずつもう防衛外交なんて1%でもいいかもしれないから変えていければですねまあ国費を使っていろんなことができるようになると思いますしあとはまあ最後のいつもの決まり文句で申し訳ないんですが新外交イニシアチブもですね ですね、新外交インシアチ若いスタッフが揃っていて、今日もたくさん大学生も来てくれているんですが、まあ、若い世代が頑張っているのですが、どうしても足りないのはあ、まあ、お金ですよね、えー、もっとたくさんいろんなところにたくさんの人が行けるようにしたい、いろんな若い人をたくさん雇って、もっとエネルギッシュに活動したいというふうに思いますけれども、たくさんの人に支援をいただいているものも、またもっと増えれば、もっとやりたいことがたくさんあるというふうに思っているので、えー、もしまだ今日ここにいらっしゃっていて、会員になっていない方がいたらお支えいただければと思います。で最後の一言はあぜひです、ね私 こうやって海外とつながっていろいろやってるものをやれる人材っていうものを増やしていきたいというふうに思っていて、まあ、残念ながらなかなか英語でですね安保の議論ができる人っていうのは日本の中には本当に限られていて、まあ、それは別にあのしょうがないことなんです日本の教育はそうだからなんだけれどぜひ一緒に私とロビングをアメリカでやってみたいとかですね、えー、タイの人とかヨーロッパの人とつながって世界変えていきたいよ、えー、まあ私のやってるのはものまねかもしれないけどそんなものまねでも一緒にやってみたいというふうに思う方がいたらですねぜひ、えー まあ最初はインターンとか、ね、ボランティアとかかもしれませんけど一緒に活動していけたらありがたいかなというふうに思っています。えー、職員も今1人採用しているので、えー、仕事を ND の中でやってみたら別に英語しゃべれなくてもいいですけどもご希望ある方は応募していただければというふうに思っています。はいえー、ぜひ会員ににになってくだささいいいいいとととうこをを最後に今日の講演りしまいにしたた。思まます。皆さんありがとうございました えー、皆さんありがとうございました。えー、と質問お、お答えできしきれなかったところもあると思うんですけれども、また引き続きちょっと注目いただければと思います。えー、アンケートを配布しておりますので、そちらにもちょっとご意見をお寄せいただければ幸いです、えー。チャットで、オンラインの方はチャットでアンケートの URL をお送りすると思うので、そちらからご入力をお願いいたしししまます。えー、すみません申し申し遅れてしまったんですが、私は新外国シアの事務局次次長の岩屋陽次郎と申します。 事務局長か、失礼しました。事務局長の岩屋洋次郎と申します。2012年の大学4年生の時の春に猿田さんと会って、こういう団体立ち上げたいと話を受けて、それからずっと一緒にやらせていただいています。引き続きよろしくお願いいたします。今日本当にありがとうございました。